どうも、中村です。ちょっと今日は、いつものブランド紹介とかアイテム紹介とは違って、今回はちょっと欲しいものが代官山の、同じ代官山のお店にあったので、ちょっと今日は来てみました。ここですね。カインドっていう、カインドルっていうお店なんですけど、同じ業種のブランド古着、お客さんのいらなくなったものを買い取って売ってるお店になります。じゃあちょっと行ってみましょう。2階ですね。なんか安くなってるみたいですね。どうも、よかったら、いつもありがとうございます。嬉しいです。海が好きなんでカインドールの代官山店の店長さんの杉原と申します。杉原さんですね。いつもお世話になってます。ちょっと見せてもらっていいですか。もちろんもちろん。いやいや、何言ってるんですか。ギャルソンとかドメス系ですね。ドメの売れる感じのとこですね。ジュンヤ、酒井、酒井カラー、アンリアが結構あるんですよ、カインド代官山は。アンリアレイジ探してる方おすすめですよ。結構本当にアンリア多いな。一世ですね。オムプリッセのプリーツのやつですね。一世の中でもやっぱり一番売れるラインになってきますよね。リックだな、普通のリックの。バシュプリームですね。カインドさんは僕のイメージでは結構シュプリームが多いイメージですね。どこのお店も。ここら辺はコモリとかヤイカとかですね。こっちも売れ線の止めプランになりますね。あ、そうですね。三角形ショーケースですね。結構時計とかも結構ある感じですね。コディとかもありますね。クロマーツコディ。メガネが結構豊富にあるイメージなんですよね。オリバーとかトム・ブラウン。トム・ブラウンのメガネ本当高いですからね。ロエベですね。個人的にロエベはハイブラというか、まあ、老舗のブランドの中ではかなり好きな方なんで。シュプの小物ですね。リムの小物ってなんか欲しくなりますよね。ファイヤーキングとか懐かしいな、集めてたな。これが今日置いていてもらったというか、もう買ったコートなんですけど、 JW アンダーソンというブランドのコートですね。 17SS のコートになります。 JW アンダーソンは、ジョナサン・ウィリアム・アンダーソンという方が俳優からデザイナーに変わったという、また異例な経歴を持っている方なんですけれども、その方のブランドです。ちょっと前にユニクロとコラボして結構有名にもなりましたよね。デザイナーさん自体は、ロエベで2014年からデザイナーもやってます。ロエベは個人的にも結構フィッシャーマンのデニムとかも持っててすごい好きなんで、すごいおすすめのブランドですね。このジョナサン・ウィリアム・アンダーソンさんもすごいイケメンということで有名で、まあ、すごい才能あふれた方ですね。このコートに関してはすごいジップがついてるんですよ。めちゃめちゃ結構ジップがいろんなところにあって、これ後ろなんですけど、バック部分がね、なんかドレープしてるんですよ。なんていうの、わかりますかね。結構変わった感じになってて、非常にかっこいいコートになりますね。本当に代官山カインドに来た時にちょこちょこ来るんですけれども、その時にちょっと一目惚れしてさって買ってしまいましたね。今日受け取りに来たって感じです。
れですもんね、大会マカインドってもうできてどれくらいですか。そうですね、2年経ちました。あ、もう2年ぐらいなんですね、はい、そうなんだ、うん、ブローチがあれ何年目だっけな、ブローチ6年目とか確かそうですよね、5年、去年来た時5年ぐらいにしてたから、そうもう結構僕の中ではまあまあもう長めな感じに見えちゃって2年なんですね、まあ、そうですそうです。ブローチさん行くといつもなんかあのそろそろ老舗感が出てきます、ね、老舗感なんか店も古着屋みたいですね、うんうん、全然ブランド感じっぽくないんですし、うん、そうかそうか、もう2年かてかまだ2年なんですね。そうなんです、ね、実は人雇ったりとかしないんですか、ね、今のところは。あ、自分のもう好き勝手にやってます。そうですね、オーナーさんだからそれ決めるからいいですよね。そうですね、確かに。ただまあまあ、大きくしたいなと思うときやっぱ人がね、一人欲しいですよね。まあ、どうしてもね、好きで入ってきてくれるのはくれるんだけど、好きを仕事にしちゃうとね、そうですね、うん、なんかなんかちょっとあ、ここ違ったなってとかやっぱね、ちょっと見えてきちゃう。仕事がまた違いますから。そうですね、憧れと。確かに。ただまあ、洋服扱うってことに関してはね、多分天国だ。確かに、仕事ですよね。うん、そういう仕事なんで、ぜひなんか目指す方とかいらっしゃったらやってみてください。ブランドフルに。はい、なんかこの前の動画でも、なんか僕の動画見てブランド古着でアルバイトして社員目指しますみたいな人いてめっちゃ嬉しかったんで、なんか大会マカインドが大きくなるとかあったら働いてみてください。お願いします。先生いかがだったでしょうか。大会マカインドもブローチともすごい近いんですよ。駅からは、カインドの方が近くてすごい行きやすいので、ぜひもしよかったら来てみてください。すごい杉原さんすごいいい人なんで、すごい優しく対応してくれると思うんで、ぜひ、はい、もう行ってみてください。で、ここ行ったら絶対ブローチにも来てください。すいません、お願いいたします。はい、じゃあいつもコメントくださる方ありがとうございます。もう結構コメントとかも増えてきてすごい嬉しいです。で、いつも通り、チャンネル登録と高評価、この動画がいいと思ったら高評価で、チャンネル登録は、まあ、まだしてない方はぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。失礼いたします。どうも、中村です。今回は大阪に来ています。大阪なんですけど、大阪で急遽ちょっとショップの撮影をさせてくれるという風になったので、今日は大阪の難波ですかね、クレオパトラさんですね。東京にもお店があるみたいなんですけれども、はい、今回は大阪のお店にちょっと分け合ってきています。外観もすごいおしゃれな感じですね。すごい大きな通り沿いにありますね。ちょっと大阪に来る用事があったので今回来させていただいたという感じになります。ちょっとどういう服があるかとかまだ見てないんであれなんですけど、ちょっと一緒にじゃあぜひ見ていきましょう。はい、自己紹介だけ撮っていいですか。あ、すいません、緊張しますね。すいません、順次さん、はい、このクレオパトラのメンズ担当の、はい、すいません、今日はありがとうございます。よろしくお願いします。レディース担当のミヤさん、はい、お願いいたします。豪車とかって結構売れます。結構売れますね。あ、なんか、まあ、最初まだそんなに爆発みたいな感じなかったんですけど、最近まだドバーンみたいな。なるほどなるほど。豪車は結構僕もすごい好きで、動画でも結構取り上げたりしたんですけど、はい、でもすごいですね。僕豪車、うん、こんなに入ってると思わなかったですね。でももう結構なくなっちゃってこれぐらいっていう。そうですね、結構あって。あ、なるほどなるほど。豪車アディダスとかですね。僕が 18SS で、買ったルックのパーカーとかもあったんですけど、なんかあれ、初日で速乾。あ、初日速乾。僕も行った店も初日で、ネイビーが初日で速乾って言ってましたね。とにかくカッパ、普通のカッパじゃないんですね。はい、カッパコントロールっていうブランド。その
ちょっとスポーティーなんですけど、はいはい、まあ、どことなくちょっとクラシックな感じとかモードなバランスになってて、はいはい、そのロゴ逆になってるんですよね、カッパ。あ、本当ですね、はい、女の子がですね。で、まあ、ちょっとあのカッパの中でもファッションにちょっと強いみたいな感じになってて、日本初上陸してまだ2シーズン目ですね。まあ、その辺もすごい、なんていうかね、カッパのいいの使ってね、うん、なんかちょっと若干違う気はしますね。そうですね、完全に逆ですね。 T シャツのロゴも逆になってますね。ここら辺はサスクワッチですね。すごいキルティングになってますね。あ、そうですね、キルティングっていうよりかはなんかここを手作業で、あ、ここかな、ここは手作業で作ったみたいです。あ、へえ、はい、あ、このちょっとカットオフっぽいところですね。なんか刺繍もちょっと普通のと違って結構光沢がある感じで、ですね、うん、かっこいいと思います。これで6万5000円にタックスだったら結構、うん、他のブランドだったらかなりもうちょっとしそうだなって気はします。いや、これ気になるな。僕自身もあんまりサテン地とかちょっと苦手意識あったんですよね。はいはい、なるほど、なるほど。ちょっと色っぽくなりすぎるとか、艶が出すぎちゃうんですけど、これ結構艶消してるんですよね。なんか確かに。程よい光沢感と、やっぱサイドラインがそれ持ってるんで、ちょっとスポーティーなバランスでも切れたりとか。確かに。結構サテンの中でも着やすいですね。すごい良さげですけどね。あと、まあ、解禁っていうか、ノッチドカラーっていう、あのジャケットとかにあるようなカラーを使って、まあ、サイドスラッシュポケットがついてるんで、なんかちょっとジャケット風なバランスになってて、なんかいろんなディティールが組み合わされてる感じですね。ちょっと外した部分がいいですよね。確かに。なんか一辺シンプルなんで、ちょっと後で着てみようかな。すごいいいです、これは。色違いで2つあるみたいですね。一応ブラウンっぽい、ブラウンらしいです。ブラウンと言われればブラウンみたいな。まあ確かに、これはまあ毎シーズン出してる袴ですかね。ですね、袴のパンツは僕も2着ぐらい持ってます。ナイロンとコットンで持ってますね。これは本当に履きやすいんで、今回安いです。2万6000円。去年のエナブがベルベットで出してるのが4万円だったんで、ね、形は一緒なんですけど、まあ、生地軽くなった分夏も履きやすくて、すごい太めのパンツで丈がちょっと短めなんですよね、確か。そうですね、気持ちクロップドみたいな、気持ちクロップドぐらいの、これはすごいおすすめなんで、ぜひ履いてみてください。今シーズンっぽいですね、柄が。今シーズンもベルベット出してるんですね。そうですね、ベロアか、ベロアのポケットティーですね。夏ベロアに近いなんかベロアって結構秋冬のイメージ。そうですね、夏仕様の新しい。確かに確かに、多分素材とかはコリとか使ってるんで結構軽い、着やすそうですね、はい、春夏とかでも着やすそうなカットソー T シャツになってます。やっぱり今季もオープンカラーシャツ出してるところは多いですね。こっち見ていきましょう。サノバチーズとかありますね。サノバチーズ大会前のイメージ強いんですよね。もともとあのサンドイッチ屋さん本当に何だろうねって言いながらずっと歩いてたんですよ。よくあのバイクで東京出張行った時、はいはい、なんかもしタイミングあったら食べに行ってます。あ、はい、なるほどなるほど、では皆さん大会前行った時はぜひ行ってみてください。ちょっと流行りにくいと思うんですけど、頑張って勇気を出して行ってみてください。あ、フーワットとかもありますね。これ先シーズンというか前もこのぐらいのなんか 5XL みたいな、そうです、ね、出してましたよね。で、毎シーズンその色と素材を変えてるって感じ。なるほどなるほど、今のテーマで出てるとか。結構大きめなシャツですね。まあ、5XL のフリーサイズ。そうですね。どっちみたいな。確かに。これは長めの方って感じですかね、丈が。コートっぽいかな。シャツコートに近い。なるほどなるほど。すごい丈が長い。サイズ結構スリットがっつり入ってるんで。1枚で結構雰囲気が出そうなシャツですね。すごいいいと思います。値段もそこまで
からないので。ハンドルの方が多分着やすいんですけど、ロングに合う人は絶対ロングの方がかっこいいですね。確かに、はい、お色違いでご用意もあるみたいです。基本やっぱふわっと普通にメンズなんですけど、はい、やっぱユニセックスは結構人気なんで、レディースの方が見てる方も多かったり、まあ、レディースだけの店にも置いてたりしますね。ああ、なるほどなるほど。すごいですねこれね。もうかなりリアルクローズから離れてる感じが、まあ、ちょっと防水でなんかペス向けのそうですね。でもなんか中も中でちょっとなんていうんでしょう、かぶりやすいというか、ちょっとこれ僕には分からないですけど、安定感があるみたいです。すいません。日本を誇るストリートブランドです。ソックスとか小物が多めですね。バイナルアーカイブかな、バイナルアーカイブですね。バイナルアーカイブです。それはマシーズン定番というポーターコラボの、ポーターコラボです。あ、ありがとうございます。僕は先シーズンかな、サコッシュ買ったんですよね。あ、はいはい、あの透明の、あのちょっと縦長な感じがいいですね。サイバー感出て、そうなんですよ。結構僕も買いました。赤目宇都宮とかありますね。もう本当に今を結構今ときめいてる感じのレディースのブランドですね。すごいレディースもおしゃれな、なんか見てくれがおしゃれです。結構なんて言うんでしょう、無地なものがないというか、こんな感じなんで。なんかスタイリングもあの島田さんっていうスタイリストさんと仲良かって、なんかキディルとかダダとかの、あーなるほど、やったりと一緒にやってたりとかで、結構。そうか、ダダもちょっとありましたもんね。あ、そうですね、ダダ結構もうパーソルヘバリーってだいぶなくなってしまったんですよ今。なるほどなるほど。とか結構みんな仲良しで、すごい。でも可愛らしい、女性らしい感じが若干結構強いですね。そうですね。女性の方々、ちょっと女性の視聴者僕少ないんですけど、すいませんもしいらっしゃったら見に来てみてください。カップルでぜひ。そうですね、カップルでぜひ来てくださいそれが一番いいと思います。なんか重機もおしゃれなお店なんで、本当に一回来てみてほしいです。そしたらちょっと気になるものを着てみようと思います。サスクワッチ のサイドラインが入った、あのオープンカラーのサテン地のシャツですね、着てみました。これで L サイズです。ボックス型っすね、本当に。スネールってなるともうちょっと多分大きいイメージあると思うんですけど。確かに確かに。なんで、まあ、L が結構やっぱ日本人的にはなんかすごい着やすいのかな、なんか今の、うん、本当に若干ゆったりって感じの、そこまでめっちゃでかい、まあ、身幅は結構あるんですけど、着丈が短めですね。本当に今着やすい感じで作っていただいてる感じになります。パスとか直接着てヤンキーですね完全に。でもおしゃれですね、普通に着やすいと思います。結構なんか見た目以上に着やすいイメージが僕は着たらありました。でこの色違いはちょっと着てみたいです。ブラウンを着てみました。ピンクベージュっぽいんですけど、これ結構こっちの方が僕はいつも黒しか買わないんですけど、すごい好きです。この色の感じすごいいいなって思ってるんですけど、どうですかね。生地感こんな感じなんですよ、ね、すごいいいですよ。うん、個人的にはすごい好きです。ちょっとラインの色も違いますもんね、全然ですよね。うわ、すごいいいな。渋いですすごいいいですよ。サイズ感もすごい良くておしゃれだと思います。この色味もなんか僕は結構嫌いじゃないですね、すごい好きです。これいいな。ロゴが逆になってるやつですね。結構いいな。まあ、悩むな。ちょっとそしたら悩んでいきます。100
100円で1ポイント貯まって1ポイント1円から使えるんで、結構いいですね。そうなんですよ、割と結構貯まって、そのはい、今回大阪のクレオパトラさんで買わせていただきました。はい、で、大阪に来た方とか関西に来た方は結構行きやすいので、ぜひ行ってみてください。こちらですね。はい、では皆さんいつもご視聴ありがとうございます。コメントくださる方もありがとうございます。全部読ませさせていただいております。何か質問等あれば返していきますので、よろしくお願いいたします。まだチャンネル登録してない方はチャンネル登録で、高評価、この動画がいいと思った方は高評価、はい、この2つどうかよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。失礼いたします。どうも、中村と申します。はい、今日はですね、久々のお買い物動画を撮ろうと思っております。はい、一応ここはですね、今代官山に来ております。はい、僕が昔働いてた代官山ブローチがある代官山ですね。はい、ちょっと外で撮るのは久しぶりだし、まあ一人で撮るのは恥ずかしいんですけど、ちょっと、恥ずかしがらずに撮っていこうと思います。はい、代官山から5分ぐらいですかね。今日はこちらのお店に参りました。こちらですね、菊の部ですね。はい、ということで今日は菊の部さん、代官山菊の部さんに来ております。だいぶ前から、本当にだいぶ前からあるので、まあ、菊の部って言ったら多分藤田さん、自衛だっていうイメージが多いと思うんですけれども、まあ、うちのオーナー、ブローチのオーナーがちょっと知り合いっていうのもあって、まあ、ちょこちょこ来させていただいた形になります。巌流とかが昔置いてた時によく買ってたなっていう感じのイメージですね。それでは、中に入っていきましょう。こんにちは。すいません、すいません、じゃあ自己紹介だけお願いしてもよろしいですか。菊の部東京の西と申します。西さんですね。お願いします。なんか同い年なんですよね、きっと。僕と確か、ね、はい、お願いいたします。25歳ですね、確か。はい、すいません。菊の部東京の柳沢です。あ、柳沢さんですね。すいません、お願いいたします。すいません、ちょっと商品見ていっても大丈夫ですか。はい、どうぞ。すいません、ありがとうございます。ジュルカマラ、僕が前ご紹介したジュルカマラが結構、菊の部さんには結構ある形になるので、もしよかったら気になる方、ジュルカマラどこにあるんですかって聞かれる方多いので、もしいたら見てみてください。ノンディスクロースですね。韓国のラッパーが確かやってるブランドですね。このブランド名見ると This is not closing を思い出しちゃうんですよね。非常に変わってますね、この前で作られた感じの。あんまり取り扱いないですよね。そうです。まだそんなに日本は入ってきてないんで、あんまり見ないと思うんで。あ、エスタディーズトモロもあるんですね。これ僕白を持ってますね、この T シャツだと。スタディーズトモローに関しては、昔紹介しているので、まあ、本当に2本目の動画とかですね、ちょっと見ていただければと思います。でもイエスタディーズトモローですね。スターターとコラボのアイテムになります。よくコラボしてますよね、スターター自体は。グローバーのシャツみたいなやつですね、イエスタディーズトモローの。イエスタディーズトモローは着やすいのが多いからいいですね、かっこよくて非常にいいと思います。あ、これがデュルカマラですね。さっき話してたデュルカマラ、やっぱでも人気で結構出ちゃいます。そうですね、ちょっと今入ってた分はほとんど出ちゃって、あ、またこれから秋冬が立ち上がってくるかなってことです、ね、あ、なるほど、はい、じゃあ今あるのはちょっと SS みたいな形です、ね、そうですね、ミッドサマーで入ってきたものとか。あ、なるほどなるほど。 SS とミッドサマー、うん、いいですね、やっぱりゆったりとしたシルエットで。 SS は和紙リネンが結構特徴的でしたよね、デュルカマラさんは。非常に僕もよそ行きのセットアップは秋冬よくしてるんで、お世話になってるブランドです。こっちのラックを見ていきましょうかね、入り口近くの。あ、ジエダですね。ジエダ、皆さん視聴者さんの方からよく紹介してくれ紹介してくれって非常に良かったので、多分すごい好きな方多いと思うんですが、まあ、この前のライブでもジエダどう思いますかみたいに言われてたんですけど、ちょっとお茶を濁してたのは、ちょっともう菊の部さんで撮影決まってたんで、その時にちょっと軽くお話できればなと思っておりました。多分菊の部イコールジエダっていうイメージがかなり強いと思うので、ジエダに関しては多分店員さんに聞いた方が早いと思うので、
ちょっとお話聞いてみましょうか。自衛団に関しては、あの菊の部のオーナーが、デザイナーをしております。そうですよね、はい、藤田さんですよね。はい、藤田さんが作ってまして、で島根実は発祥で、最近は海外とかにも結構面白くて、フルラインナップで見ていただくなら、そうですね。ちょっとずつジェーダーを取り扱ってるとこが増えてるなと思って。そうですね、国内でも結構取り扱い今増えてるところではありますね。そうですね、かなり人気のブランドですね。なんか今期おすすめのジェーダーとかあったりされます？そうですね、あのせっかくなんでうち限定の、あ、はいはいはい、紹介しておきます。あのインラインでは、はいはい、このカーキとブラックのみ発売されてるんですけど、ちょっとキクノブ限定でこのシルバーで、あのこのアーミーテープのところがリフレクターになってるアイテムが個人的にはおすすめですね。シルバーもキクノブさんでしかないって感じですか？そうですね、 SS に出てたフライトジャケットの、MA1 バージョンです、ね、はいはいはい、あ、へえ、ね、結構おすすめ、かっこいいですね、シルバーも別注というか、聞くの出したいなということで。あ、なるほど、はい、ちょっと相談したら実現した感じです。あ、へえ、はい、スタッフからって感じなんですか？そうですね、提案はしました。あ、すごい、はい、なんかそういう感じがいいですね。その、そうですね、それが通るっていうのがいいですね、すごく。へえ、やっぱこういう MA1 っぽい鎧だけじゃなくてシルバーもあるみたいな、はい、そうですね、形に。あ、ありがとうございます、すいません。いいな。これでおいくらなんですか、 MA1 自体は。4万5000円プラスタックスになりますね。4万5000円プラスタックスだそうです。まあでも MA1 本当に使いやすいので、なんか固くいきたい方はこのブラックとカーキでもいいと思うんですけど、多分もう限定感とかちょっと違う感出したい方はあのシルバーめちゃめちゃいいんじゃないでしょうか。なるんでリフレクターそうですね、光るんで夜光れないと思うんでぜひ。小物のところなんですけど、 ADSR が結構ありますね。デザイン的には非常にかけやすくて今風なものが多い、多いけど、まあ、あのかなり価格帯は抑えられてる感じで非常にいいとは思います、はい。うん、小物も結構いろいろある形になりますね。あ、このソックス持ってるな。ランドロードですね、ニューヨーク発の。僕ランドロード結構好きで買うんですけど、ちょっとお安くなったりしてる感じですかね。そうですね、今ファイナルセールで。あ、ファイナルセールで。じゃあオレンジのランドロード欲しい方は結構おすすめですよ。今ファイナルセールらしいんでお買い求めやすいです。マッキーの懐かしいな、これ裏返しみたいな箱になってますね。マッキーの自体はご紹介したいなと思っているブランドになるんで、まあ、またブランド紹介できればなと思っております。まあ、気になる方あの先にチェックしてみてもいいかもしれません。あ、今期のジェーダーですね、はい、セットアップで。あ、なるほど、このシャツ寝るパンか。あ、寝るシャツと寝るパンと、はい、セットアップで、まあ、別々で着てもかっこよさそうですけど、はい、別々でもセットアップでもすごい良さそうな、一押しの、はい、ジェーダーディッキーズですね。これもセットアップみたいですね。そうですね、生地があのよくあるディッキーズの定番のやつで作られてるって感じですかね、もしかしたら。で、形がジェーダーさんっていう、はい、そうです、素晴らしい感じですね。あ、お色がピンクとブラウン、ブラウン、ネイビーブラックと。あ、ネイビーブラック、あ、今フルラインナップである感じですね。そうですね、いいですね、ジャケットいいな。わお、へえ。ここはジーダのデニムジャケットですね。シーズンからが新しい感じ。あ、ええー。これすごいいいですね。あ、これいいな。あれ、すごい、なんかこのポケットの感じが可愛いですね。23,000円プラスタックスで、これはちょっとお買い求めやすくもあり。いいな。あ、これもお色が2色って感じなんですね。インディゴとちょっと帽子かかった感じのブルーって感じですかね。同じ形でコーデュロイがある感じですかね、もしかしたら。すごいな。コーデュロイ秋冬はやっぱり着やすいんでおすすめだと僕も思います。コーデュロイのセットアップとかやっぱり流行ってましたよね、去年一昨年と。
まあ、コーデュロイあとちょっと暖かいんでおすすめです。セッターのデニムジャケットとかもまだあるんでよかったら。ラスト1点ラスト1点みたいなんでちょっと急いでみてください皆さん。あのサイズは3です、はい、この前ご紹介した動画でもご紹介した AI ですね。ペインターシャツですね、定番の。うん、まあ本当にこういう柄が多いイメージですよね。ブリティッシュな感じのが多いイメージなんで。ここはコモンスウェーデンサングラスですね。ウェアも入ってきます。あ、本当ですか。はい、今後入ってくるみたいな。そうですね、あ、コモンスウェーデン、じゃあ探してる方はぜひ。これ一回うちに入ってきたんですよね、このサングラス。すごいなと思って。これなんかベルトにつけれるようなケースですよね、確か。そうですね、ベルトループついてまして。ここですね。すごい形がかなり個性的なんで、かぶりたくないって方はとりあえず絶対かぶらないと思うんでいいと思いますよ。これはすごく。ここか。あ、ヘドメイナーですね。ヘドメイナーね、すごくいいですよね。重たいなこれ重量感がすごいです。カーディガンですかね。そうですね、バージンウールっていう最高級の。あ、いっちゃんいいやつですね。はい、もうアウターです。アウター。形もすごい変わってまして、これ多分伝わってないと思うんですけどめちゃめちゃ重たいです。もう重量感がすごいんでこれはあったかいですよ絶対に。お値段もちょっと高めだとは思うんですが非常にその分が価値はあると思います。ヘドメイナーすごい勢いありますよね今。そうですね、メイナーは今本当に勢いもありますし、おしゃれなセレクトショップさんが置いてるって感じのイメージが強いんで非常におすすめですよ。買う人もおしゃれな印象が。あ、本当ですか。買う人もおしゃれな印象が、はい、すごいこう攻めたおしゃれ。あ、なるほど、はい、まあそうっすよね、メイナーはおしゃれっすよね。あ、スポルティバっていう、トレイルランニングのシューズブランド。やはりトレイルランニングをちょっとダットが入ったじゃないですか。あ、そうですね。なのでちょっとそのノリでこう次はトレイルランニングかなと。そうですね、オーナーがセレクトして来ました、やっぱ僕もトレイルランニング次来るんじゃないかなとは思うので、まあ僕今サロモンアドバンスとかも履いてるんですけどですね、これご紹介したんでぜひ見てみてください。やっぱりトレイルランニング来るってみんな思うんですね。やっぱりベースが黒なんで、そのあんまり履きにくくない、意外とって感じの、すごいいいと思います。値段もそこまでって感じで。 RM ヤングですね、ラムダさんのブランドですね、スタイリストさん。割と攻めたものが多いですよね、 RM ギャングさん。そうですねじゃあちょっと今簡単にご紹介してきたんですけど、ちょっと自分で気になったものを今からちょっと着てみたいと思います。久しぶりに菊信さん来たのでちょっと、はい、着てみたいと思います。はい、はい、ちょっと、まず1着目はヘドメイナーの、さっき僕が散々わめいてた15万ぐらいのカーディガンを着てます。まあアウターですね、カーディガンというかもうガウンみたいな感じですよね。めちゃめちゃでかいです。腕がやばいです。さっき試着するとき手伝ってもらったんですけど、気をつけないと肩持ってかれるって言ったぐらいなんで、言われたぐらいなんで、めちゃめちゃでかいですよこれ本当に。でも中にすごい分厚いニットとか着ても全然着れるサイズ感ですね。いやこれ着てみるとかっこいいですね。しかもそんなに重さを感じないというか。じゃあちょっと次行ってみます。はい、2着目ですね、デニムジャケット着てみました。ジエダのさっき僕はちょっと気になるって言ったやつですね。これすごいですね、ショート丈感がいいですね。お、やっぱポケットが可愛いですね。これは切りっぱなし感もいいですね。非常にいいと思いますよこれは。わあ、これいいな普通に。これでサイズ1ですもんね。そうですね、真ん中のサイズ、真ん中のサイズ M ぐらいって感じですかね、はい、あんまりデニムジャケット着ないからな。いいなこれは。これはちょっと結構気に入った感じで次に行きたいと思います。3着目はディキーズの、ディキーズとジエダのねセットアップを着てみました。さっきスタッフの西さんからも言われたんですけど、やっぱりパンツが履いてみると意外とそこまで太くないというか、テーパードまで言わないんですけど、まあストレートに近いような形ですかね。そんなにズドンってしてない感じのシルエットです。このウエスト部分が非常に特徴的ですよね。リングもついてるんで、背中面白いですね。背中こんなに開いててボタンで締めれるみたいです。はい、次行きます。
はい、こちらが、次来てみたのはジエダの MA1 で、菊信さん限定ですね。別注というか限定ですよね、やっぱり。でもシルバーもかなりいいですね。黒と合わすのが今、そうですね、はい、ハマってます。今ちょうどたまたまハマったって感じなんですけど、非常にちょっと丈が短めで身幅が大きめで着やすくてサイドテープがあってっていう、まあ本当にアウターで使いやすいんじゃないかなって感じですかね。かっこいいな、これもいいな。シルバーのアウターっていいな、持ってないからな。はい、じゃあ、僕は結局買うって決めたのがさっきのデニムジャケットですね、ジエダさんのこれですね、今写真出してると思うんで、はい、それをちょっと買おうと思います。すいません、じゃあありがとうございました。すいませんデニムジャケットを買わせていただきました。リンク貼っときますので概要欄に、そちら見ながらぜひ Google マップとかで見てください。まあ、ドメスでもいいブランドだったり、まあ、インポートでもあまり他のところがセレクトしないようなものが結構多いところなので、まあ、あの店員さんもスタッフもすごい優しい方が多いので、ぜひ気になった方はこの動画を見た方はぜひ来てみてください。はい、きっといいものが見つかると思うんでね。はい、それでは、いつもご視聴ありがとうございます。コメントの方を読ませさせていただいておりますので、コメントで何かあればコメントの方で返信もしますので、ぜひコメントをお願いいたします。インスタもやっております。インスタも概要欄から飛んで、フォローの方をお願いいたします。では、この動画がいいと思った方は高評価で、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録概要欄からもいけますし、画面の方に今リンクも出てると思うので、ぜひそちらからもよろしくお願いいたします。はい、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。失礼いたします。どうも、中本と申します。はい、今日はですね、この前大会山ブローチで買い取り動画、僕の服を買い取ってもらうという動画を出したと思うんですけれども、まあその続きというか、買い物動画せっかく来たんで、まあどんな商品があるっていうのを、まあさらっとご紹介できればなと思って、ブランド古着なんでその時その時で商品が変わっていくので、まあそれを一緒に見ていければなと皆さんと思いました。はい、ので動画を撮っております。はい、ちょっとまあ欲しいものがあれば買いたいですし、うん、まあいろいろ見ていこうかなって感じです。はい、それでは早速見ていきましょう。右側がレディースになっていて、左側がメンズって感じですね、基本的には。はい、店内入ってって感じです。こちらレディースですね、まあ、アクセサリーが入ってます。あ、懐かしいな。上になんか服もかかってる感じですね。これ堺のライダースですね。これめっちゃいいな、これめっちゃいいですよね、この堺のライダース。まあ、ドッキングっぽいんですよね、異素材で切り替えになってて。こっちがメンズですね。左が、エドウィナの多分泥加工のコートかな、別注だったと思いますね。はい、シュプのフーディーですね、ボックスロゴの鴨柄ですね。でラッシュモンズとイーストパックのリュックですね。これサイズ大きいやつかな、タブレットのトラックパンツですね。 18SS かなこれは多分。まあ、ダブレットやっぱりこのカオスっぽい刺繍がやっぱり人気ですよね。サンローランのフリンジライダースですね。かっこいいですね。なんかまあ着てたらもうすぐサンローランとわかるし、インパクトがすごいですね。で、ベトモのレインコートって感じですね、上は。うん。ポーターとピガールかな、確か。うん、のリュックかな。うん、その下に靴がある感じですね。なんか古着屋さんっぽいですね、すごくね。なんか表参道ブローチ来ていただいた方と大観ブローチ来ていただいた方比べていただくと分かるんですけど、結構雰囲気違いますよね。パンツが結構入ってすぐ左側にはかかってる感じです。その下にもまだちょっと靴があるっていう、靴が多いですね、非常に靴が多いですね。古着屋感って感じです。こういうところにちょこちょこしたところにハットもかかっててね、まあ、懐かしいな。ウルのリネンシルクパンツですね。 18SS かな、これもいいですよね、ウル。まあ、僕はあんまり着ないんですけど、基本的にすごいいい服置いてるなって感じのイメージですね、ウルに関しては。クラネオームのタックパンツですね。なんとも言えない色してますね、見えるかな、うん、なんかカーキっぽい色してますよ、クラネはね。モダのデザイナーの方が立ち上げたブランドですね、クラネは。109ブランドみたいな立ち位置からこのようなね、なんかクリーンなものも作れるっていうのは多彩な方ですよね、非常に。すごいびっくりしました、僕は。バイナルアーカイブのイージーパンツですね。バイナル結構好きなんで僕は。うん、でもこれ以上黒いパンツを増やすと大変なことになるなって感じなんでね。
ユニバーサルプロダクツ、アクネのデニム、まあ、アクネのデニム、うん、アクネ多いな、やはり。パンツは結構いろんなものがあるかなって感じですね。まあ、ブランド古着なんで、やっぱり一斉にいろんなブランド見れるからいいですよね。こちらですね。ここはニューアライバルなんで、あ、ニューが取れちゃってますね。ネオサイの V ネックスウェットですね。ジュルのよそ行きのパンツかな。これ 17SS なんで、ストライプと、なんて言うんでしょうね、横にストライプじゃないですけど、ボーダーとまではやらないなら、横にストライプっていうのが正しいかな。まあ、切り替えになってるんですよね。なんか、よそ行きバッグもそんな感じだった気がします。ここで、見えるかな、ストライプになってます。うん、で、タックが入ってて。やっぱりね、よそ行きのパンツは僕も結構履いてるんですが、いいと思いますよ。シュプの 17AW かな、確か。ハーフジップのニットですかね。で、東洋のスカジャンかな。うん。次にはシャツがある感じですね。シャツがあって、長袖もあって。アンユーストのレザーシャツみたいなのがありますね。うん、ジャケットもいっぱいありますね。ちょっと見切れないな、すごく。うん。なんか、ぎゅうぎゅうに詰まってまして、すごい宝探し感を楽しむ。あれですね。お店ですね。自分の系列というかお店なんですけど。お、幼児のハイネックのコート。これ 17SS とかじゃないかな。17SS のハイネックのコートですね。いいな、結構。ハイネックのコートって1個持っとくと便利ですよね。いいな。かっこいいな。ソロイストのベストコートみたいな感じですね。大体まあソロイストが多いイメージなんですよね。なんか持ってきてくださる方がちょっと多めな感じの買ってないイメージって感じですかね。はい。これもまあ今はかっこいいんじゃないでしょうかね。普通にロンティーとかと合わせてもいいですし、シャツでもいいですし、レイヤードでめっちゃ使えるアイテムじゃないでしょうか。アンダーカバーの 15SS だな、確か。15SS の、リバーシブルのショップコートみたいな感じですかね。チェスターとまでは言わないんですけど、まあそうですね、ショップコートがいいんじゃないかな。うん。15SS だよな。うん、15SS だ。よかった。うん。まあ、1個持っとくと便利ですよね。秋使えるなって感じですね。ドレス&ドレスの 18SS のフード付きのステインカラーみたいな感じですかね。いいな、すごく。モッツコートっぽいですね、っていうか。うん。いいな、結構。うん。これいいな、18SS の。モッツコート欲しいなと思うんですよね、最近。ベッドフォードの 18SS のコートですね。薄手のウールかな。まあ、真っ白いコートってね、なかなか着る機会もない人も多いと思うんですが、1個持っとくと面白いかもしれませんね。またまた幼児の、17SS のシャツコートみたいな感じですかね。袖で切り替わってる感じかな。うん、シンプルでいいですね。カナタのコートですね。この前の動画でもカナタの4タックのパンツ売りましたけど、こっちもいいですね。うん、羽織ってみるとすごいいいんじゃないでしょうか。あ、ここカナタっぽいですね。カナタはやっぱりこのゆったりした感じとドレープ感が特徴的ですよね。いいですよね。で、ギャルソンの、カットソーですね。うん。ジュンヤ。バルムング。バルムングはね、やっぱり、うん、服だけじゃない感じがすごい伝わってきますよね。ふと上を見ると、あとラフシモンズのね、この前僕はラフシモンズ紹介した、そんな昔のやつじゃないですけど、これ 16SS のね、モデルの顔を、プリントした、昔のモデルの顔をプリントした 16SS の、モッツコートかな。フード付きのコートかな。はい。ゴーシャスね。ゴーシャアディダスのパーカー。17AW かな。あと、ベトモンのね、オーバーサイズの、M1 ですかね。すごいですね。これ、に似たやつとか着てる人多かったですよね。これすごい流行ってましたよね、これ。ラフシモンズアディダスの、オズウィーゴかな。はい。で、ギャルソンの 18SS のピンクのやつですね。すごいピンクなんでアクセントに使えるんじゃないでしょうか。ね、これジバンシーかな、花柄キャップ。うん、ジバンシーですね。ギャルソンブラックとナイキのブレザーですね。はい、ブレザーロー。はい。で、こっち側はね、シャツとかが結構あるんですよね。シャツも見てきます？カルベン、バレンシアガ、OMC ね。いいっすよね。僕の中では結構ジルサンダーのイメージが強いんですけどね。うん。OMC。あ、黒シャツ。なんだ？あ、ルメールのシャツですね。プローバーの。あ、これいいな。これいいんじゃないか？うん。あ、これいいんじゃないか？あとでこれも着てみましょうかね。あ、シュプリームアンダーカバーのフーディーですね。パブリックエネミーのやつなんで、SS のやつですね、18。はいはい。まあね、
まあ、いつも人気のアンダーカバーとシュプリームのコラボのやつですね。マルジェラのフーディーですね。マルジェラってパーカー少ないイメージですよね。まあ、本当にマルジェラらしいシルエットで、裾にかけてシュッてテーパードじゃないですけど細くなる感じのシルエットですね。やっぱりマルジェラのボンバーブルゾンみたいなブルゾンですね。最近こういうのマルジェラ多いですよね。最近のコレクションというか最近のアイテムでは出てるかなっていうイメージです。こういうスウェットのボンバーブルゾンみたいなね、一緒っすね。ラフシモンズの 16S ですよね。あれと一緒の。これはまあノースリーのフーディーみたいな感じですかね。ノースリーパーカーって感じですかね。こっちにはライダースとか結構かかってる感じですね。あ、マルジェラ、マルジェラのラペルのテーラードジャケットですかね。うん、悪くない。やっぱマルジェラいいな。ここが二重みたいになってるんですね。あ、いいな、マルジェラ好きだな。バレンシアガの MA1 ですかね。うん、リックのちょっと長めのフライトボンバーみたいなやつですね。うん、これも着てみようかな。ちなみにレディースこんな感じですという感じで、あれマルジェラじゃないかな、多分マルジェラだと思いますね。うん、これは境ですね。これは結構派手な刺繍が入ってるジャケットっすね。チャイナっぽいですね、ちょっと。で、これも境ですね。境多いな。これ 16AW じゃないかな。ライフって書いてあるのは確か。あ、これも境ですね。境っぽいな。うわ、これは素敵なカーディガンですね。ステラ・マッカートニーの有名なファラベラっていう、まあ、女性の方結構見たことあるとか友達が持ってるって方も多いんじゃないでしょうか。ステラは基本的にレザーを使わないんですよ。うん、うん、まあレディースも結構バッグとかも豊富にある感じですね。みんな大好きサンローランのバッグですね。フリンジがついてます。マルジェラの白タグのウールのドライバーズニットですかね。うん、マルジェラの白タグっすね。マルジェラのテーラードがありますね。コレクション1番なんでコレクションラインですね。僕着れないけどいいっすね。やっぱマルジェラいいな。女性にもマルジェラ着てほしいな。はい、そうですね。なんか試着してみたんですけど全部黒かったですね。で結局やっぱりルメールのシャツ買おうかなって感じですかね。うん、プローバーの。なんか僕意外と黒いシャツもちろん持ってるんですけど、こういうプローバーの黒いシャツはなかったなと思ったの、自分のワードローブの中に。まあ今回これを買おうかなって感じにしましょうかね。ではルメールのシャツ買わせていただきました。はい、ブローチのマークですね。ダイカマブローチで今回は、この前は買い取りの動画ですけど、今回は買い物動画を撮らせていただきました。はい、僕はダイカマにはいないんですけど、まあダイカマもすごい品揃いいいですし、優しいお店なので、ぜひ、ダイカマ来た際とかは、ぜひね、はい、遊びに来てみてください。それでは、いつもご視聴ありがとうございます。はい、コメントの方もいつも読ませていただいております。コメントの方いただければ質問等を返していきますので、ぜひお願いいたします。あと、インスタグラムやっております。はい、インスタグラムにブローチのアカウントとか、僕のブランドのアカウントとか、僕の個人のアカウントですね。まあ、いろいろあるので、はい、概要欄からチェックしてみてフォローもお願いいたします。それでは、この動画がいいと思った方は、高評価。で、チャンネル登録、まだだよという方は、チャンネル登録の方、何卒よろしくお願いいたします。はい、それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。はい、失礼いたします。どうも、中村です。今日はですね、また外に来ております。どうだと思います？まあ皆さん予想の通り、代官山ですね。はい。代官山でしかお前動画撮らないじゃんみたいに思われてると思うんですけど、今日も一応ちょっとお店の方に行こうかなと思っております。セレクトショップさんですね、また。うん。すごく有名なセレクトショップさんです。まあ本当に代官山
生きたことある服好きの方だったら割と本当に名前は聞いたことある最低でもっていうところです。最近外で撮ることに慣れてきた仲間です。はい、なんかあんまり人の目が気にならなくなってきました。嘘です、ちょっとやっぱ気になります。はい、まあ、早速行ってみましょうかね。やっぱ代官山いいっすね。今10時ぐらいなんですけど、朝のすごいなんかもう気持ちがいいっすもん。うん、ほら見えるかな、代官山って。光りすぎて見えないかもしれないですね。代官山って書いてあります。じゃあちょっと早速その代官山のショップの方に行ってみましょう。はい、はい、ちょっとお店の前まで来ました。こんな感じですね、今手の葉さんの前あたりとかですかね。あとその交差点のところですね。ここから先行くと狐さんとか、あとアーペーセイさんとかエリミネーターさんがあるところですね。今日はですね、ここにやってまいりました。代官山王さんですね、2号店ですね。はい、一応本店と2店舗あるんですよ。2店舗あって、まあ、後で本店の方も写させていただこうと思います。はい、まあ、すごい知ってる方とか来たことある方もいっぱいいると思います。基本的にドメブラが本当にいいドメブラがいっぱいあるので、ゆっくり見るのは久しぶりなんで、ぜひぜひちょっと見てみて、何かあれば買い物していきたいなと思います。早速中に入っていきましょう。じゃあ、おはようございます。自己紹介だけいいですか。某代官山の鳥と申します。鳥さんですね。はい、すみません。お願いします。某代官山の中田と申します。中田さんですね。すみません。お願いします。ちょっと見ていきますね。はい、すみません。僕のイメージ的にはドメブラがすごい多い、あとしかも売れ線なドメブラがすごい多いお店って感じですね。王さんは多分視聴者さんの方でもすごい来たことある方多いと思うんですけれども、はい、ちょっと見ていこうと思います。ユハさんですね。はい、カイコーさんですね。うん、王さんはカイコーさんが一番多い感じですかね。フラッグスタッフですね。ボアジャケットですね。かっこいい。フラッグスタッフね、下ろしてるとこ増えましたよね、すごい。ブ、うん、ラックミンズとフラッグスタッフですね。かっこいいですね、これ。なんかレザージャケットですけど、ブラックミンズ着てたな、昔。ジャケットっぽいやつですね。ボンティーっぽいやつですね。ここがメッシュになってますね。うん、おしゃれですね。いいな、こういうのいいな。これはカイコーさんのやつですかね。これレザーのネックストラップ的な感じですか。そうですね、小さい方が定期とかパスとか学生証みたいなの入れていただいて。なるほど。結構は携帯とかでも入れられます。なるほどなるほど。あ、携帯入れるのいいですね、スマホとか。ここにカイコーさんって入ってますね。これいいな。これでおいくらぐらいなんですか。黒子の片押しの方だと、これ、ね、小さい方で1万円で、1万円で1万2000円。1万2000円。無地の方だと小さい方8000円で、大きい方が1万円。あ、ありがとうございます。でも値段も手頃でいいですね、レザーで。すごいいいです。
黒子の片押しって最近見ないからいいんじゃないでしょうか。でも無地もいいな。あ、大きい方いいな、これ。みんな大好きオーラリーですね。オーラリーは多分結構あるイメージですね。ブフトさんですね。ブフトはもう長いですよね。長く安定してずっと売れているイメージですね。すごくベーシックな服が多いイメージです。ベーシックの中にちょっと一癖加わってる感じですかね、イメージの中だと。これクレプスキュールさんですね。ニットパーカーかな。クレプスキュールさんは僕紹介したことないんですけれども、まあでもご存知の方も多いとは思います。扱ってるところも多いんじゃないかな。一応やっぱりニットブランドですね。ドライバーズニットっぽいやつとか、まあクルーネックのニットとか、結構お手頃な値段でいいものがあるブランドですね。クレプスキュールさんですね。うん、シルエットも今風で着やすいのが多いです。下がアンデルセン、アンデルセンですね。もう老舗ですね、アンデルセン、アンデルセンもすごく長いです。で安定してるんで、これも安定ばっか言ってるんですけど、アンデルセン、アンデルセンは、まあ、好きな方多いと思いますけど、すごくニットで困ってあったかいの探してるとかあったらアンデルセン、アンデルセンさんおすすめです。ネイビーブラックかなもありますね。本当に硬いですよ。長く着れるやつなんで。これどこのですか。あ、へえ、ムートン、かっちょいいな、ムートンね。昔持ってたんですけど、もう今ないな、ムートン。そういえばテレポも可愛いですね。これカイコさんですね。フェイクレザーはいいっすよ。雨濡れても大丈夫ですよ、フェイクレザーは。これもカイコーさんですね。なんか中綿が入ってるのかな。ちょっと暖かそうなジャケットですね。うん、でこれも着やすそうですね、普通にジップアップでちょっとハイネックなのかな。うん、これも色違いでホワイトですかね。いや、これ気になってたんですよね。これフェイクムートンですよね、確か。はい、結構売れ行きいいですか。いいですね。あ、人気なんですね、やっぱり。なんか7万ぐらいだとちょうどいいですもんね、これで。そうですね。あ、そうなんだ。これ前、去年も出てました、似たようなやつ。あ、形はちょっと違うんですけど。なるほど、なるほど。いや、このフェイクムートンのこれかっこいいなと思ったんですよね。これいいな、確かに素晴らしいです。ネオンサインさんもすごい有名ですからね。もうネオンサインも、王さんはネオンサインすごい多い目ですね。カイコーのジャケットですね。ブルゾンか。もう物が多すぎて見切れないぐらいありますね。型数がめちゃめちゃ多い気がする。カイコーさんのシャツですね。カイコーさんのサイドラインじゃなくてフロントラインみたいな、前にラインが入ってるパンツですね。カイコーさんのクルーネックのニットとハイネックのニットですね。でもこれ着やすそうでいいですね。ウールとナイロンのニットですね。基本的にウールニットかな。でも形がね、着丈が短くて身幅が取られてるんで着やすそうですね。ハイネックか、これいいな。ちょっとこれも後で着てみようかな。ハイネックのタートルのネックのニット欲しかったんですよね、今ちょっと。ここら辺帽子が多いですね。カイコーさんのバケットハットですね。カイコーさんのなんかハットとか結構うち入ってくるんですよね。入ってくるんですよ、結構。カイコーさんの、カイコーさんでも結構買い取りも多くて、結構皆さん好きなんだなと思って。ニットキャップとかもありますね。なんかニットキャップとか、皆さんニットキャップとか被ります？昔被ってたんですけどね、あんま被んなくなっちゃったんですよね。でもこれいいですね、すごく。クレプスキュールさんですね。クレプスキュールさんのニットキャップですね。これすごいね、かわいいですよ。被りやすそうです。カイコさんのヘアバンドみたいな感じですね。ヘアバンドね。あ、アンデルセン、アンデルセンのニットキャップですね。すごい、ニットキャップ系がすごい多い。すごい。てか、頭に被る系が結構ありますよ。うん、あ、ドリームランドシンジケートですね。へえ、ニッチですね。
これネオンサインかな。うん、すごいな。これも海光さんかな。スウェードキャップみたいな感じですね。ピックスウェードみたいな感じですね。海光さんお値段も手頃なんでいいですよね。あ、これめっちゃおしゃれじゃないですか。ピックスウェードのキャスケットみたいな。こういうの似合う人はいいですよね。似合わないからな。ジャングル大帝懐かしいな。 RM ギャングさんですね。スクノブさんの時も言ったかもしれないですけど、ラムダさんのブランドですね。濃いっすね。これは着てそう。ラムダさんが着てそう。これはあ、バージスブルックですね。ベルギー産にこだわって作られている。結構なんて言うんでしょうね、値段もお手頃ですし、割と着やすいものが多い感じのイメージですよね。僕コート持ってるんですけど、めちゃめちゃ着心地いいですよ。シルエットとか着やすいんですよね。なんか着心地がすごいいいかなって僕は勝手に思ってます。バージスブルックさんはブフトさんのベストですね。ここ小物ですね。海光さんオリジナルでメガネも出されてるんですね。値段もすごいいい感じの形も結構ありますね。べっ甲とべっ甲柄とかですね。マスコットもありますよ。メガネね、なんか僕もちょこちょこ持ってるんですけど、このラウンドのやつとかすごい描きやすそうでいいですね。万華鏡、はい、これ万華鏡なんですか。覗いてみたら、待って、本当だ、万華鏡だ。これ万華鏡なんだけど、これ動画で伝わらないな絶対。すごいな、これ万華鏡なんですよ。万華鏡ってすごくないですか。万華鏡ってすごいな、発想がすごいな。万華鏡すごいな、何回言うんだよ。すごいな。このピアスどこのですか。ネオンサインさんなんですね。シルバーとゴールドで2色ありますよ。ピアスよく聞かれること多いんでいいんじゃないでしょうか。フープピアスで太めですね。すごい、ビッグジョージコックスですかね。ここら辺もまた海光さんですね。レザーのショルダーっぽいのが多いですね。やっぱ使いやすそうなのが多いですね、本当に。これで1万5000円とかなんで、すごくいいんじゃないでしょうか。ネオンサインのショルダーっぽいやつですかね。サコッシュかな。いろんなブランドが、ユハ本当にいろんなブランドがありすぎて、なんか本店の方とブランドで結構分けられてたりとかされてるんですか。はい、一応海光だけ両店出してるんですけど。あ、はいはい。違うブランドです。あ、もう海光さん以外は全然違う感じなんですね。なるほどなるほど。これちょっと入ってて気になったんですけどね、マイビューのハーフコートみたいな、これ確か値段がお手頃なんですよね。4万円ぐらいとかなんですよね。コートで4万ぐらいだったらお手頃っすよ完全に。うん、マイビューよく着るんですけど僕。いや昔結構着てたんですけど、このコートは結構黒が結構気になった感じですね。すごいな。でも赤もいいっすね、これ結構一着こういうの持っててもいいかもしれないですね。30年8月って書いてありますね。30年、今平成30年、平成30年か、30年ですね。僕がおかしいだけですね。宗師大月さんっていうブランドですね。ユハですね。ユハさん多いですね、割と。オーラリーさんも。オーラリーのダウンですかね。これランドロードですね。ニューヨークのブランドですね。ランドロードは2年ぐらい前のナイロンが結構ルックで出回した時期買ったかもしれないですね。でもまあナイロン有名なんで、こんな感じで、ランドロードさん。うん、いいですね。ワークジャケットっぽいのもやっぱ今着たくなりますよね。これもランドロードさんで、コーデュロイのボンバーですね。すごいな、コーデュロイでボンバーって見たことないな。MA1 でコーデュロイってすごいな。ここも忠実に再現されてますね。バージスブルックさんですね。うん、フードコートってやっぱいいですね。ここはさらにアウターが続いてる感じですね。オラリーのメルトンですね。やっぱでもいいな、ピーコートっぽいやつだな。去年も出てたと思うんですけど、ピーコートっぽいのやっぱ結構売れてましたし、すごいいいっすよね。色がちょっと多分この色はなかったかもしれないですけど、うん、
なんかやっぱこういうのなんでしょう、アウターとかあんまりお金ないから何着も買えないよって方はこういうの1着持ってると死ぬほど便利だと思いますよ本当に。うん、オーラリーさんのあったかいですし、すごくまあ着回しが効くんでね、めちゃめちゃいいと思います。オーラリーさんのダッフルですね。いや絶対何か迷ってるって方はやっぱこういうシンプルなものを買った方がいいとは思います。ソーイさんですかね、すごいかっこいいですね。首元にはスカーフみたいになってる、めちゃめちゃかっこいいですね。お色も2色展開で中に入れたらこうなりますよみたいな、ソーイレディートゥーウェアですね。うん、ダウンはいいですよね。僕もこの前ダウンのジャケット買いましたけど、ダウンコートもまたいいですよね。ノウハウですね。パジャマブランドっぽいとこですね。お値段もお手頃なんでいいですよ。セットアップでなんか割とお休みだったりするんで、ぜひぜひって感じです。あ、僕枕が欲しいなと思いましたね。ノウハウさんは写真あったら出しておきます。セットアップですね。これも本当パジャマっぽいやつですね。ちょっと前にねパジャマっぽいの流行った時に結構ノウハウさんがって有名になった感じですかね。フィルメランジェさんですね。こういうタートルっぽいカットソーは持っとくと便利ですよね。やっぱり僕もよくレイヤードで使うんで、ニットだけじゃなくカットソーもタートルとかハイネックは持ってると便利ですよ。このロトルさんとか身幅取れてるんで1枚でも使えていいですね。すごいいいと思いますよ。これすごいな。これカイコさんのショルダーですね。カメラバッグみたいな、カメラマンバッグみたいな。でもめっちゃいいですね。これは2万2000円です。マルジェラのカメラマンバッグとか昔持ってたな。カメラバッグそれぐらいだな。でもこれすごいシンプルで使いやすくていいですね。これだったら白とかでもいいかもしれないですね。これで2万円ぐらいなんでお手頃ですよ。すごくいいと思います。そしたらちょっとねまた気になったやつ何点かあったんで試着していこうと思います。はいはい、着てみました。これがカイコーさんのさっきの気になってたって言ってたタートルのネックのニットですね。肩がちょっと落ちてて、僕サイズ今 M で着てるのかな、確か着てるんですけど、着丈が短くて後ろがねちょっと短めなんですよ。後ろというかまあちょっと後ろ上がりみたいな感じなんですけど、前下がりか言い方としては。でもすごくあったかくていいですよ。でね軽いです、すごいめちゃめちゃすごい。その軽いっていうのは最近僕の中でハマってるキーワードなんですよね。やっぱ重たいと肩凝ったりするんですよ本気で。ただこれ軽いんですごいいいですよ。黒と水色があったと思うんですけど、これいいな。これ黒着そうだな、全然買おうかな。でこれがカイコさんのレザーのネックバッグですね。こうやったらここにスマホも入って、スマホ入るかつなんかここに何か入れる感じですよね。ここにも入るな、こっちに、違うこっちに入れるのか、こっちに入れてこっちにも入るよみたいな。うん、財布とかも入りそうですけどね、ちっちゃいやつだったら。すごいんじゃないですか。男の子ってやっぱり荷物手ぶらで出かけたいじゃないですか。僕だけかな、わかんないですけど、だからいいと思いますよ。こういうの1個持ってるとかっこいいですね、普通に見た感じ。うん、春夏も使えるし秋冬も1年通して使えると思います。下がですねバージスブルックさんのスラックス、カーゴっぽいスラックスみたいな感じですかね。個人的に好きなんですよねバージスブルックさん、すごくブランドとしても。でも形も綺麗ですよね、パンツとして。なんか良くないですかこの形自体、結構いいな。王さん日差しの入り方がすごいおしゃれだな。これいいな。ちょっとこのノリで他のも着てみようかなって思います。ちょっとジャケットっぽくて羽織りたいやつがいろいろあるんでちょっと羽織ってみます。これカイコーさんのパディングジャケットを今上に羽織ってます。さっきの学校にすごい着丈短くて着やすいですよ。てかこれいいな結構。すごいかっこいいですよ。着丈短いってやっぱいいな今。てかあったかそう、すごく。なんか真冬も使える感じですね。多分この今タートルネックのこの上にこれ着てるんで、これだと真冬全然いける感じですね。なんかかっこいいなこれ。いいな。ハンドウォーム、ハンドウォーマーとして一応ここにね、ポケットが入ってて入れられるんで、すごいですね。ちょっとじゃあ次の着てみようかなって思います。今度はさっきの格好の上にフラッグスタッフのファージャケットですかね、
すんごいモフモフしてて気持ちいいっすまずそこっす。すごいモフモフしてて気持ちいいのと、多分これもめっちゃあったかいしね、絶対に。これも今風のシルエットがちょっとで横に広い感じなんで、あとねこれ裾というかリブのところっていうか、なんていうんでしょうかね、ここが裾のところがすごい広がってて、ここに余裕がすごいあるんですよ、身幅のところに。なんでなんかシルエットがすごい、なんていうんでしょうね、本当に今風って言っちゃあれなんですけど、着やすい感じですよ。あとグレーとブラックが別注で、王さん別注であるみたいなんで、ぜひぜひって感じですね。ちょっとブラックばっか着たらあれだなと思ってこの色着てみたんですけど、なんかいいっすね、これもこれで。じゃちょっと次気になるやつ着てみます。これがちょっと気になったネオンサインのフェイクムートンジャケットですかね。形が B6 でフェイクムートンのジャケットですね。これシンプルにかっこいいですね。これはかっこよくないですか。普通にやっぱムートンジャケットって最近あんまり着てる人も見ないんで、いいと思いますよ、その風としては。うん、かっこいいですけどね、すごく。じゃあちょっと決めて買いたいと思います。すみません、じゃあちょっと今日のコーデ的なの教えてもらってもいいですか。ベストがバトルレイクで、はい、カイコのラジシャツ。あ、カイコさんですね。パンツがカイコのステッチのパンツです。へえー、ステッチのパンツ。あ、確かにちょっとステッチが入ってますね。あ、ポケットのパンツが入ってます。へえー、そのベストいいっすね。いや、すいません。なんか偉そうにありがとうございます。おしゃれっす。すごい。やっぱセレクトショップおしゃれっすね、店員さんは。いいっすか。僕が上の方が、カイコの、さっきのタートルじゃなくて、クルーの方の。クルーのセーターなので。で、こっちのオーバーオールの方がネオンサイン。あ、ネオンサイン。今期のやつですね。今期ですか。はい。今期か、それ。すいません。そうすね。おしゃれっすね。似合いますね、オーバーオールが。ありがとうございます。じゃあ、バージスブルックのパンツと、カイコーのタートルネックのニットと、カイコーのネックバック3ついきますすいません、ちょっと買ってきます。すいません、今日ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。いやー、ありがとう、あ、すいません、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。3点いきました。すいません、ありがとうございます。すいません、またお願いします。すいません、ありがとうございます。一応なんですけど、本店がこの建物の2階ですね、王さんですね。ちょっと分かりにくいんですけど、小道なんで、まあ、これも概要欄に貼っておきますので、リンクというか、ぜひぜひお願いいたします。本店の方も来てみてください。それではね、買わせていただきました。王さんに皆さんでちょっと遊びに行ってみてください。すごいいいブランドがあるんで。あ、お疲れです。すごいブランドがいっぱいあるんで、ぜひぜひ皆さんで遊びに来てみてください。はい、本店も撮れたらいいな。いつもご視聴ありがとうございます。コメントの方もいつも読ませていただいております。コメントの方で質問といただければ返していきますので、ぜひお願いいたします。あとインスタの方もやっております。インスタで、僕のブランド、これですね、ブラスと、あと自分のアカウントも、やっておりますので、ぜひそちらどちらも概要欄からフォローお願いいたします。今日行った王さんのホームページとかインスタは概要欄に載せてありますので、それで場所確認して行ってみてください。はい、はい、それでは、この動画がいいと思った方は高評価で、チャンネル登録まだだよという方はチャンネル登録の方だけ忘れずにお願いいたします。はい、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。失礼いたします。どうも、中村です。今日はですね、大阪で買い物動画を撮ってるんですが、ここに来ております。1174-7391ですね。一応古着がメインにはなるみたいなんですけれども、古着とともに、まあ、少しニッチなブランドをセレクトされているということをお聞きしていたので、ちょっと見てみたいなと思って、はい、今日来させていただきました。ありがとうございます。朝早くにすいません。では早速4階の方に行ってみましょう。です。いやー、じゃあ昨日クラパターさんでポップアップをやらせてもらって、その次の日になりますね。今日東京に帰ります。お、なんかすごいですね。
皆さん見えますか、うまい棒の中になんか混ざってますね。馬込です。店長の馬込さんですね。すいません。あ、三段です。三段さんで、三段です。あ、昨日お聞きしました。淳二さんに昨日お聞きしました。あ、ちょっとそうですね、イケてる若い方がいらっしゃるって。すいません、すいません、お願いします。石黒です。あ、石黒さんでお願いします。すいません、お願いします。すいません、朝早くからお願いします。すごい店内めちゃめちゃ広いですね、本当に。そうですね、かなり。なんかこれ区分けがされてたりされてるんですか、これって。一応やんわりですけど区分けはしてますね。 あそこだけ真ん中だけセレクトで、あとは基本的には古着になるんですけど。あ、なるほど。ある程度テーマとジャンルとスタッフで決めて分けてる感じです、ね。あ、分かりました、ありがとうございます。ちょっと簡単にチャーって見させていただきます。すいません、ありがとうございます。おしゃれだし、めっちゃ広いです。これが気になって仕方ない。これは1回いくらできるのかっていうのがすごい気になる。すごいですよ、これお菓子だけじゃないですよ。いくらなんですか、これ1回。一応もう今フリーにしてます。フリー、いや、わかりました。後でちょっとお金払います。じゃあちょっと最後にやらせてもらいます。すごい椅子や。なんか重機にめちゃめちゃこだわりというかすごい感じが。ここはシュプリームですね。無地ティーですね。ここら辺が古着になるみたいですね。すっごい古いナイキのパーカーとかですね。コロンビアのその柄の古着ですけど、タグとかついてますね。あ、こっちが小物とかがめっちゃありますね。エアマックスとかがいっぱいある感じですね。あ、かわいい。オールスターのコンバースのね、まあ、オマージュしたというかモデルになったキーホルダーですね。あ、でもアミとかもあるんですね。アミのカードケースかな、コインケース、コインケースじゃないか、カードケースですね。名刺入れみたいな、ちょっとカードが入れられるケースですね。アナログラニックとかもありますね。レディースもあるみたいですね。うん、ヴィンテージのサングラスとかいろいろありますね。これは銀行強盗するときに使うやつですね。コンビニとかの強盗でも使うやつですね。すごいいろんな、ワイスリーとかもありますね。なんかワイスリーだけどワイスリーっぽくないやつですね。ケースですね。雲だ。これは結構ヤバめの雲じゃないか。これ結構ヤバめですね。タランチュラ系ですね。状態が綺麗なものだったり、なるほどなるほど。最近の古着をメインにセレクトしてる。あ、へえ。ちょっとベンチコートっぽいやつですね、アディダスの。いろんなものを宝探し感みたいな感じで面白いですよ。ティンバーランドとかですね。襟がレザーになってますね。デニムジャケットかな。あ、ノースのダウンベストですね。これみんなが大好きなやつですね。これからの季節一番使えるやつですね。チャンピオンのフーディーですね。本当にいろんなものがありますね。ダナキャラニューヨーク、懐かしいな。あ、普通に出てきた。キコヤ。これもレッドストックで。あ、なるほど。出てきてしまった、普通に。これ、普通に僕も、あ、しかもサイズ同じだ、僕持ってるのと。すごい。皆さん、ここにありますよ。欲しかった方々、来てみてください。すごいな。いろんなブランドが、なんかまあ古着っぽいものが結構あったりもされてるんですね。ポーチとかこんなあるんですね。すごいな。かっこいいですね、これ。
このブルゾンどこって聞かれてコーチってあんまり答える人いなくないですか。すごいかっこいいと思いますよ。カーハートですね。めっちゃ重いですこれ。めっちゃあったかいはずっす。よいしょ。こちらも古着って感じですかね。めちゃめちゃ広いんですよ店内自体が。ちょっともう見切れない感じになっちゃうんで、ちょっと他のところ見ていきますね。ここら辺がセレクト的な。ここが一応全部セレクト。あ、ここがセレクトゾーンみたいですね。すごいニッチな。あ、ザンダーゾーンですね。僕ザンダーゾーン結構好きだったんですけどね。なんかもう結構売れちゃったんですよね。そうですね。そうですよね。肩数は半分ぐらい。中国人のデザイナーの方ですね、ザンダーゾーン。結構前からやってますよね、ザンダーゾーン自体は。そうですね。もううちとあの梅田のうちの系列店のハヌーのみの取り扱いなので、ザンダーゾーン。そうなんですね。やっぱ少ないんですね。そうですね。まだ取り扱い店舗は少ないと。ハヌーさんと1174だけみたいなんで、ぜひ気になった方は行ってみてください。ザンダーゾーン探してる方とかいるんじゃないかな。いるのかな。わかんないですけど。でも人気だとは思うんで。いやでも人気ですよね。多分人気いたらいいですけど、結構人気だと思うんですけどね。すごい人気。中古の相場とかも高いイメージですね。ちょこちょこ中国人らしさが出てますね。かっこいいですねこれ。こういうキャラクターいたらかっこいいですね。トラスもんねこれ。かっちょいいな。スウェットっぽい、トラックパンツっぽいスウェットですかね。虹色になってますね。派手な色とか多いですよね、結構。てか派手ですよね、ザンダーゾーってやっぱり。基本的に派手な色多いと思います。本当そうですよね。シンプルなものとはかけ離れてますよね、結構。これなんか洗濯のあれみたいですね。そうなんですね。結構ヴィンテージの。あ、そうなんですね。あ、でも。あ、なるほど。下が結構ガッツリしてるんですね。あ、普通にフーディーもあるみたいですね。でもこの辺はそのコレクションラインと別で。あ、なるほどなるほど。あ、そうっすよね。なんかランウェイこれで歩いてたイメージないですもんね。これだったら着やすいんじゃないかなって感じのアイテムですね。それだけ先シーズンの SS のアイテムなんで、はいはい、まあ半額ぐらいに。あ、めちゃめちゃ本当だ。6万円が3万円って分かりやすく半額になってます。これぜひぜひ気になった方は、うん、かっこいい人がいますね。あ、チャールズ・ジェフェリー、ラバーボーイですね。セントマーチン出た人っすよね。ああ確か。そうですよね、きっと。あ、そうですよね。すごいなこれ。めっちゃ穴が開いてますね。スターホームワークっていうパリの。ああ、あれですよね、15歳の。あ、そうです、15歳のあのアフターホームワークってあれですよね、宿題の後にやるから大丈夫だよ的なあるですもんね。お母さんに向けた。そうですよね。もう19歳とかになってるんですかね。当時15歳。そうですよね。でも19でも若いですけどね。めちゃめちゃ若いですけど、19でデザイナーってだからこそいいのかもしれないですけどね。すごいここはくっついてるんですよね。ストールとくっつけてるイメージなんですかね。そうですね。そうですね。ストールとシャツって感じですかね。これ面白いですね。これは大人だと思いつかないのかもしれないですね、もしかしたら。これ同じくチャールズ・ジェフェリーですね。穴が開いてるやつですね。こっちの方がもしかしたら普段着やすいかもしれないですね。なくなっちゃった。バケラですかね。ニューヨークのブランドですね。あのクレジットカードみたいなウォレットチェーンがよく残ってました、バケラは。あれ、なんか左にブラじゃないえ、あれバケラっすか。あれバケラっすか冗談で言ったんだけど本当にバケラだったわ。これも SS のこれも SS の、はい、シーズン前なんですけど。やばいでしょ。じゃあこれも半額とかなんですか。お安くなってるみたいなんで、ぜひもし気になった方は。やばいな、めっちゃ面白いな。女性の方に試着してもらいたい。そうですね。あんまりメンズの人に来てもらってもあれですもん ね。 そうですね。やばいな。バケラも派手なの多いですよね。すごい。でも凝ってますよね、バケラ。そうですね。作りは年々良くなってると思います。
安全ピンがいっぱいくっついてますね。バケラっていうワッペン、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 うん、パイル地のスウェットみたいな感じですかね。なんか日本で言うと T とかと似てるイメージなんですけどね、僕の中だと。勝手に原宿のこれはルーレットですかね。長いロン T ですね。バケラ、バケラはでもまあニッチですよね。めちゃめちゃショート丈のコーデュロイですね。コーデュロイと、まあ、ベストですね。切り替えのジレみたいな、まあ、ジレって呼べないかな、もう分かんないですけど、あ、めちゃめちゃこれ合わせるネクタイかな。めちゃめちゃ短いですね。これも物干し竿ですね。ダストマガジンのアパレルラインですかね。すごいですね。これ動画で映せるのかな。大丈夫か、別にこれぐらいだったら。すごい、フルーツがいっぱい乗ってますね。すごい素材が変わってますよ。ボンディングじゃないですけど、なんていうんだろう、ツルツルっとした素材感の、まあインナーで着るやつですね。インナーでかませるとおしゃれに見えるかもしれないですね。確かに。そのプロオーバーのフーディーですね。これもザンダーですか。そうです。あ、そうっすよね。これこそコレクションのやつですもんね。かなり。そうっすよね。話題には。もろ、おもくそ中国ですもんね、これ。もろもろ。すごいっすね。ここも古着のゾーンですね。ベルトとかがありますね。こっちサスペンダーですね。このサスペンダーお安いです。3900円って書いてあります。すごいお安くなってますね。サングラスだけセレクトで。あ、そうなんですね。はい、あ、エディサールさん、お手頃だけど描きやすいデザインが多いイメージですね。エディサールさん、なんか重機が全部本当に普通じゃないですね。お、これ履きやすそう。ナイロンのパンツですね。スラックスっぽいな。これ面白いですね。コロンビアのフリースですかね。柄がおしゃれですね。あんまり着てる日なさそうな柄ですね。おしゃれだな。チェックっていいな、最近気持ち的に。めちゃめちゃ本当に広いですよ。皆さん来てみてください。本当にめちゃめちゃ広いんで、めちゃめちゃ広いし、多分面白いですね。多分 MCM こんなのあるんだ、すげえな。大統領の缶バッジがございますね。フォーマルなもの。あ、なるほどなるほど。テイストで分けてる感じですもんね、多分。すごいいい感じに。確かにちょっとフォーマルめなものが、まあこれは結構派手ですけど、でもテーラードジャケットっぽいやつとかが並んでるゾーンですね。ニールバレットとかもありますね。ニールとか定価はすごい高いんで、こういうところで買えるのはいいかもしれないですね。非常にマルニーですね。本当に普通に今も全然ガツガツ人気のあるブランドとかがジェットストックとか古着とかでもあるんで、それと古着が混ざってるんで一番面白い形のお店ですよね。そういうのがやっぱりピーコートっぽいやつとかですね。本当に確かにフォーマルめな服がここのゾーンは多いですね。ベルサーチシャツもまあね、着ていけるやつがちょっとフォーマルめなところに着ていけるものが多いですね。シャツもこのスティーブ・アランのいいと普通に着やすそうですね。ちょっと暗くて見にくいかもしれないですけど、このアミのニットとかね、代表的な柄のやつですね。これ着やすそうであったかそうでいいですけどね。これあったかそうでいいですね。水色がうまく合ってますしね、この柄と。こっちもマルニとかいますね。アクアスキュートもとかありますね。まあ、トレンチコートで言ったらめちゃめちゃ有名なブランドですね。あ、懐かしいな。標本とか、小学生の時作ったの一回。これはめちゃめちゃおしゃれだな。これはめちゃめちゃおしゃれだな、本当に。形といい。じゃあちょっとパーカーとかを、パーカーとかちょっとちょこちょこ試着したいのあるんで、ちょっと着てみようと思います。はい、一応
ザンダーのパーカーを着てます。あの着て分かったんですけど、めちゃめちゃフードが大きいです。で結構立ってくれるんで、しっかりとすごい大きいんですよ、フードが。でも着やすそうですけどね、フード大きい割に。こんなに入っちゃうんで、すんごい大きいですよ。フード大きいのとか探してる人いいかもしれないですね。これで48とかですもんね、サイズが。こっちの方が見やすいかな。こっちにしようかな。あ、めちゃめちゃ光が入る。ここはすごいな。フードが本当に大きいですね。フードは本当に。何回言うんだってぐらいフードが本当に大きいですね。でもサイズ感も身幅が程よく取られてて、でなんかその分袖がめちゃめちゃ広いのかっつったら大きいのかっつったらそんなわけでもなく、形がしっかり考えられてるやつですね。いいな。ちょっと他のやつも着てみます。これもザンダーなんですけどね、着てみました。めちゃめちゃやばいですよ。でも意外と着てみるとかかってるよりは派手じゃないって感じですかね。中綿が入ってるんですかね。あ、そうです。中綿が入ってて、いいですか、あっちの鏡で。あ、そうです、すいません、ありがとうございます、申し訳ないです。すごいし、あのモコモコしてます。意外となんかダウン着てるみたいですね、イメージ。プロオーバーのダウンって感じです。これは上まで締めないみたいですね。ルックも締めてなかったみたいです。へえー、すごいな。あのまあすごいですね、ほんとすごいに尽きるって感じです。これで46ですね、サイズぴったりぐらいかな。リズの刺繍が入ってて、あ、本当だ、頭いますね、ここに。そうですね、この生地柄と。すごいですね。なかなか攻めてますけど。いや、めちゃめちゃ攻めてますね。で、一応、雲とかもね、こう、黒刺繍で、黒に黒刺繍であるんですよね。すごい攻めてますよ。チャイナ感すごいですよ、これは。今シーズンでは一番このルックが、やっぱり評判良かったと。あ、これを見に来る方は多いと思います。そうですね。目玉的な感じですもんね。ザンダー以外のも着てみようかなって感じです。はい、すいません。これは、アフターホームワークのストールが、マフラー、ストールですか。マフラー、マフラーがなんか一番、正直首元はもうハッてしてるんですけど、おしゃれですよ。これはこのマフラーも縫い付けられてて取れはしないんですけど、はい、こちもアンゴラ 100% で、アンゴラなんで生地も上質ですし、首もチクチクしないですし。確かにチクチクしないです、全然さらっと切れると。確かに、これはすごい面白いな、これ。おしゃれですよね、これ。うん、1枚で本当におしゃれ。本当に様になりますよね、これ。おしゃれっす、これは。これおしゃれっす。これはなくなるわ、確かに。これしか残ってないですもんね、アフターホームワーク。そうですね。ちょっとダストのパーカーも気になるな、そしたら。ちょっと、すいません、なんかいっぱい試着しちゃって。ちょっと他のも着てみます。これダストのフーディーですね。ダストのフーディー着てみました。安いですよね、このパーカーは。まあ、ポルトガル製で、作りの生地もあれですけど、ストリートブランド扱いらしい。あ、そうなんですね。ストリートなんですね。コレクションブランドというよりは、ちょっとストリートブランド扱いで、なんでパーカーで2万1000円ですかね。そっか、ストリートだとそれぐらい、でもまあちょっと高いですもんね、確かに。まあ、作りはハイブランドですけど、これ一応プールで、ちょっと溺れてるっぽいですけど。そうですね。どうやら、でもこれが、この人助けてそうです、ね、助けそう、もう助かる、もう助かるんで、はい、もう大丈夫、もう助かるんで大丈夫です。ウケる。やばいっすね。そうですね、ダストマガジンのアパレルラインって感じのイメージなんですけどね、僕の中では。そうですね。そうですね。これ大丈夫です。これ助かるんで大丈夫です。そういう意味のパーカーですね。やばいな。でもこの色のパーカー持ってないからいいかもしれないな。しかも値段も安いし、買いやすいですよね、こういうのは。いいな、確かに。ちょっとどれにするか決めて買いたいと思います。ほい、でちょっとダストのパーカーにしました。ダストマガジンのねパーカーにさせていただきました。やっぱ溺れてるとこ助けるっていいことですからね。なんか包むところが面白いって馬込さんがやめてください、自信持って言ってたんで。袋がすごいいいと言ってもらえてるので、ぜひここノンカットで、ノンカットで終わりました。ぜひノーカットでお楽しみください。いや、長い尺取りますよ、結構。あ、いや、全然大丈夫です。もう全然、もう取ってるんですね。あ、もう全然取ってますよ。
でやりました。すごいな。なんかちょっとランドセルみたいな、ランドセルじゃないけど、あ、ここで持つようになってるんですね。すごいですね、これ。え、これどんなサイズの服でもいける感じになってるんですか、一応。そうですね、一応この袋の種類が何個かある感じです。あ、へえ、すごいですよ、これは。こんな感じになりますね。こんな感じになります。これでもう絶対に11743で買ったって分かる感じになるんで、やばいな、これは。面白いですね、でもこれ本当に。じゃあすいません。あ、すいません。じゃあすごく面白かったです。すいません。またぜひ。ありがとうございます。すいません。はい、絶対行きます。すいません。ありがとうございます。すいません。失礼します。はい、じゃあ買わせていただきました11743で、はい。僕はダストのパーカー買わせていただきました、はい、おしゃれな面白い袋に入れていただいてありがとうございますって感じです。11743の、最寄りの駅だったりとか、アクセスだったりインスタだったりとか、まあ、そういうもろもろの情報は概要欄に載せておきますので、大阪にお住まいの方とか大阪に来られた際は、ぜひ来てみてください。すごく面白いので、本当に面白いです。別に服好きじゃない方でも多分面白いんじゃないかなっていうお店なんで、なんか普通に面白い店行こうって感じのテンションでも大丈夫と思います。個性的な服が多いので普通の服に飽きたよって方とかもちょうどいいと思います。セレクトしてるブランドも非常にニッチなので、他にはないセレクトになってると思うので、ぜひ皆さんで来てみてください。店員さんもすごい優しいし面白かったので、ぜひ来てみてください。それではいつもご視聴ありがとうございます。はい、コメントの方もいつも読ませていただいております。コメントの方いただければ、返していきますので、ぜひコメントの方お願いいたします。あとインスタもやっております。個人のアカウントと自分のブランドブラスのアカウント、どちらもやってますので、概要欄からフォローの方お願いいたします。それではこの動画がいいと思った方は高評価で、チャンネル登録まだだよという方はチャンネル登録の方だけ忘れずに、何卒チャンネル登録の方何卒よろしくお願いいたします。はい、それではまた次の動画で失礼いたします。全然無理だ、全然無理だわ。おっぱいが欲しいんですよね。おっぱい結構難しいですかね。おっぱい難しいです、ね、おっぱいむずいんですね、はい、一番難しいと思うんです。おっぱいは簡単には手に入らない。あ、やべ、ミスった。ちょっとおっぱいは簡単には手に入らない、名言みたいな感じで言われても。どうも中間です。今日はですね、以前ちょっとシャリーフさんの展示会の動画、19SS 展示会の動画っていうのを撮ったと思うんですけど、まあ、シャリーフさんですね。シャリーフさんで撮らせていただいたと思うんですけれども、まあ、そのシャリーフさんって、まあ、僕の友達の高畑さんが働いてるとこなんですけど、一応店が代官山にあるっていうふうに、その前の動画でもお伝えしたと思うんですけど、そちらの店内の動画も撮らないかということになったので、ブランドのね、店舗撮影なんかできることがなかなかないので、ぜひできたらと思って今回来ております。はい。そしたら、じゃあ早速店内の方をちょっと撮っていきたいと思います。さて、店内に入りました。まあ以前も話したと思うんですけれども、シャリフさん、展示会の時も撮らせていただいた店舗さんですね。友人の高畑さんが働いてるところですね。こんにちは。ちょっと自己紹介だけよろしいですか。シャリフの八田と申します。八田さんですね。はい、お若いですね。高田さんですね。高田です。お願いします。すいません、すいません、今日はありがとうございます。いや、どうでもないです。朝早くからすいません。ゆっくりしててください。どうでもないです。ありがとうございます。結構前のね、展示会の動画上げた時も非常にシャリーフさん好きって方が多かったので、ちょっと店内をご紹介できたらなと。東京に来れない方、店舗来れない方も多いと思うので、ちょっとぜひぜひ見ていこうかなと思います。こちらシューズですね。レザーのシューズですね。これシャリフさんベルトついてるシューズが結構特徴的だった気がします。毎シーズンなんか素材が違ったりして結構出てる気がします。サイズが 1,2,3 とかで出てた気がする。これキャップですね。このファーキャップとかもあるんですね。そうなんですよ。
可愛いやつがあります。ボリュームがあるかもしれない。そうですね。こっちが今シーズンのテーマ的な感じのキャップですかね。こちらに行くと服が結構ずらって並んでるんですけど、こっちがダウンですね。ダウンこれなんかで見たんですけど、すごいいいなと思ったんですよね。確かかなりショート丈ですよね。確かそうですね、ショート丈で、あの袖丈がちょっと長めに設定されてる。あ、なるほどなるほど、はい、今欲しいです。確かに袖丈が長くて着丈が短い感じで、でちょっとハイネックにもできるって感じですかね。寝かすこともできます。あ、これをこう、はい、お前こういう感じでちょっと寝かす感じにも、はい、でもこれも可愛いですね。これでタートルネックとか着てもいい感じになるかなって感じのシルエットですね。あ、こんなあったんですね。ね、これね、素材感自体がどんな、なんていう感じの、モールっぽい素材、モールっぽい素材、はい、あのなんていうんですかね、光沢のあるっていうか、あ、今日着てらっしゃるやつですね。あ、そうです、今これ着てるやつです。袖がドルマに、あ、すごいドルマになってて、へえ、袖がドルマになってる、モールっぽいですね。なんか伝えにくいんですけど、なんかすごい、あのほら見たら分かると思うんですけど、近づけて風通しも良さそうなんですけど、なんか守ってくれそうな、保温してくれそうなシャツって感じですかね。すごいいい感じのサイズ感とかも良さそうですね。これいいな、ね、これは2色あるって感じですかね。そうです、2色展開でレッドベースのものと、あとグリーンベースのもの。あ、なるほどなるほど。あ、こっちがグリーンベースなんですね。はい、グリーンベース。なるほど。にちょっとパープルが増してる。確かに紫っぽいイメージですもんね、こっち。そうなんです。確かに確かに。こっちがレッドベースですね。めっちゃも良さそうですね。ワイドっぽいパンツ、なんか僕の中であんまりワイドっぽいパンツがあるイメージがなかったんですけど、シャリップさん結構最近は出されてる、ね、そうですね、最近割とワイドとかテーパードは。あ、なるほどなるほど。多めに入ってます。リサイクルマークみたいなのね、シャリーフって書いてありますね、これ。あ、カイル字っぽいやつですね。ニットなんですかね。カットソーになるんですけど、ニットっぽい質感になります、うんうん、カットソーですって。これすごいですね。なんかすごいふわふわしてて気持ちいいやつですね、これは。これ気持ちいいやつですね。スウェットっぽいですね、でもカットソーっていう。そうですね、いてもみたいな厚手なんで。これがなんかカットソーですね、ボーダーで。なんか素材が全部変わってますね、割と。普通のコットンだけじゃないみたいな。生地からうちはあの商品を作ってるんで。あ、はい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 。そう、こういったちょっと変わった生地が多いらしいですね。あ、はい、独特な質感のものが多いです。そうなんですね、独特な質感が多いです。なんかこのパンツもそうだし、このシャツとかもそうなんですけど、もちろんデザインも変わってるんですけど、素材感自体からこだわってる感じがすごい伝わってきますね。普通のコットンじゃないっていうか、なんていうか、はいって感じですね。これが MA1 かな、ブルゾンですかね。ブルゾンっすね。そうですね、ブルゾンっす、はい、あ、結構 MA1 型のすごい重量感が結構ありますよね、持つと。そうですね、中綿も入ってるんで。あ、中綿も入ってるんですね、これ、はい、あ、本当だ、中綿入ってる。これはあったかいやつですね。真冬もいけそうですね、これで。そうですね、今季ダウンぐらいあったかいと思います。あ、へー、はい、ダウンするぐらいですね。すごい、はい、あ、でも本当になんかその表地のシェルもすごい、シェルってあれですけど、一番外の生地もすごい硬いし、中綿も入ってるんですごいあったかそうですね。これよく見るとこの洗濯表記みたいなね、これは色が3色展開ですね。黒と赤とパープルですかね。結構僕 MA1 っぽいブルゾン最近よく着るんで、まあ、今日も着てきちゃったんですけどちょっと着てみたいですね。かっこいいな。着やすそうなんですけど、これもそうなんですけど、普通のブルゾンと違うところがやっぱ素材感ですかね。この生地を折っていく段階でこういう風にちょっと凹凸が出るような、あ、折り方で、はい、折ってあります。ちょっと凹凸が出るような折り方をしてるみたいですね。すごい、そう、凹凸が出てるんですよ、凹凸が出てる。これが今、八田さん着てるやつですかね。あ、着るやつですね。ドルマじゃない方に今着付けてて、刺繍が、あ、なるほどなるほど。あ、本当だ、インストラクションって書いてありますね。バーコードとインストラクションズ、あ、なるほど。お若そう感がすごいですねおいくつなんですか？今21です。あ、めちゃめちゃ若いですねこれがカットソーですかね、インストラクションズって書いてある。カットソーが結構ある感じですね。やっぱりこの折ってる間に凹凸が出てくる感じがありますね。どっちもすごい変わってるんですよね。本当に触ったりしたらかなり違いが感じられると思うんで、ぜひぜひ皆さんも
実際見てみて触ってみてっていうところがやってほしいところですかね。これはなんか CD 版みたいなレコード版みたいな感じですかね。そうですね、刺繍がブルーンが入ってる、ステレオとか。あ、本当だ、刺繍が入ってる、はい、刺繍ですね、これ全部刺繍ですね、皆さん。これ大変ですね、これ大変ですね、そうですね、ここ全部刺繍は大変ですね、普通に。なんかあと紫と、これも3色展開ぐらいありますね。あ、PVC のトートバッグもありますね。これ僕よく持ってる人見かけるんですよね。そうですよね。僕も持ってます。あ、本当ですか。しかもこれお手頃ですよね、確か。そうですね、結構これの中でも一番手頃かもしれない。7000、8000ぐらいだった気が。あ、8300円消費税とかみたいなんで、ぜひぜひ、はい、PVC の、ね、トートバッグとかバッグ流行ってると思うんで、ぜひぜひ何がいいかなって方は、なんかこれ結構持ち手も長いんでいいかもしれないですね。ショルダーっぽくもいきますね。こうこの辺で、まあ、ちょっとサコッシュぐらいにはなっちゃうんですけど。確かに確かに。あ、でもこれ 2way ですか、もしかして。そうです、一応こっちでも。あ、なるほど、こっちにも付いてるんで短くも使えるし長くも使えるっていう。 2way で8300円だったらすごいお手頃だとは思うんで、ぜひぜひ。人気商品だと思いますけどね、個人的に。あ、これがね、いつものアップルのやつですかね。あれ、いつも R って入ってましたっけ。いや、今回は R。 あ、今回は R が入ってる。あ、なるほどなるほど。毎日結構違う感じで。あ、そうですね、リンゴはいつもありますよね。ありますね。これ高畑さん着てるやつですかね、多分。そうですね、そうですね、これパーカーで着られてるやつですね。あの腕元というか、この半袖と長袖のちょっとレイヤード仕様。あ、はい、あ、なんかすごい、すごいシルバーのパンツが出てきました。え、これゴールドですかね。それ一応シルバーなんですけど、照明がオレンジなんでゴールド。なるほど、なるほど。シルバーになります。シルバーのパンツですね。面白いですね、テーパードのパンツですね、シルエットが。一応その裾にジップがついてるんで、シルエットを変えることができます。なるほど、ちょっと広げることができるんですね。そうですね、裾ジップはいいですよね、確かに。すごい変わるんで、ブーツとか履く人も便利だと思います。あ、なんか出てきた、また。あ、これもしかしていける、いける感じか、これで。セットアップで。これでいける感じだ。これでいける感じだ。これでいきますよ、皆さん。セットアップですよ、これで。すごい、シルバーですね。感度は高めになります。そうですね。感度は高めですね。いや、ぜひぜひ、あの、攻めたファッションをっていう方は、ぜひぜひって感じですね。これもう一色あったんですか、パンツももしかして。もう一色ありました、はい。あ、なるほど、もう行っちゃったって感じですか。もう全部入れてしまった。あ、なるほど、もう全部行っちゃったみたいです。ブラックですよね、これは。ブラックの方は、上はあるんですけど、ブルーソンはあるけど、パンツは行っちゃったみたいなんで、そうですね。あの、セットアップって方はぜひシルバーを行ってみてください。ちょっとすごい、目立つとは思うんで。なんかファーコートこんなのあるんですね。あ、めちゃめちゃ重たい。これは安易に持つと危ないやつですね。すごい。先ほどのファーキャップとかに、あ、なるほど、さっき出した、ちょっと写真出してきますね、上に。あれのコートですね。すごいな。あ、だからあれと合わせて着るとなおいいっていう感じの、すごいですね。これも他の人と違うやつ着たいって方はぜひぜひぜひって感じですかね。シューズは本当になんか、なんて言うんでしょう、いい意味で変わらないデザインというか、このベルトのデザインがこの中ではずっと記憶に残ってますね。ソールが変わったりしてた気がしますね、前のシーズンとか。だいぶシャークソールとかがあった気が。後ろが可愛いんですよ。あ、なんでこれ後ろが可愛い。あ、あのシャリさんのマークが、はい、オリジナルのソールですね。あの FF とかで使われるやつですね、数字が。そうですね。なるほど、ストレートな感じの、すごい。あ、これじゃあ砂浜とか万が一歩いた時にはもう、もうおしゃれな足跡、おしゃれな足跡が、おしゃれな足跡ができる感じだ、これ。雨の日もちょっとおしゃれな。あ、そう、雨の日もそうだ。すごい。土の上とかも行きますよ、皆さん。これでお前の足跡なんだよできるやつですね。おしゃれ足跡かよってなるやつですね。そうですね。ここのシャツですね。あ、僕これ持ってるんですよね。これを持ってるんですよね、もうすでに。この洗濯表記のシャツですね、最近シャツ。これ着やすくていいんですよね。なんか前もちょっと展示会の時も話しましたけど、あれなんですよね、あの身幅が取られてるけど袖幅がそんなないんで、インナーで着やすくなってるってやつですよね。そうですね、そうなんですよ、それ本当にその通りなんですよ。結構大きいシャツって多いと思うんですけど、そしたら脇がたまるんですよね、ここが。でなんかくしゃくしゃってなったりとか、腕に変なボリュームが出るんですけど、それがないようになってるんで、すごい着やすいです。ベアブリックもあるんですね。メディコムトイさんとのコラボですね。
2つで1セットです。あ、そうなんですね、はい、じゃあ大きいの買ったらちっちゃいのもついてくるみたいな。あ、というか中にリンゴがすごい入ってる。なんか店内もこういう風におしゃれになってるんで、来るだけでも一旦面白いかもしれないねって感じですかね。すごいな。そしたらじゃあちょっと気になるやつ着ていこうかなって思います。あのシャツをね、今着てみたんですよ。シャツを着てみたんですよ。わかりますかね。ちょっと見えにくいかもしれないですけど、あ、ここまで来たらわかるね。秋口とかちょうど今ぐらいが一番いいかもしれないですね、ここら辺は。あ、ほら、ここまで近づくとわかる。わかりますよね、きっと。すごい感じの。太陽光に当たるとグリーンの色味は綺麗ですね。確かに。なんかパープルっぽいんですけど、イメージ的に。そうなんですよね。ちょっとこう、微妙な色味が。そうなんですよ。ただでもグリーンっていう。はい、これでも良さげですよ、すごく。これでサイズ1を着てるんですけど、パーカーの上に着てちょうどいいんで。いいっすね、これ。あ、これいいな、普通に。いいな、これ。この素材感が何とも言えないのがいいですよね。そうですね、こう温かみもあり、起きやすい。そうそうそうなんですよ。なんか通気性もありっていう。あ、すごくいいな。あ、これいいなっていう感じが今僕の中ですごく芽生えてます、これは。ちょっと他のも着ていこうと思います。これでもいいな、本当に。あ、これ結構いいな。はい。待って、これ一番これ結構着やすいな。これも素材感が凹凸が出てる感じのタイプのやつですね。あ、待てよ、これ結構サイズ感がすごいいい感じなんですよね。あ、ここにバーコード入ってるんですね。袖にバーコード入ってるんですよ。みんな気づいてました？皆さん。で、洗濯表記がね、ここに。あ、てかこれサイズ感いいですね、すごく。今僕パーカーの上に着てるからザって感じの着方をしてるんですけど、確かにすごい。あ、待って、このバーコードがね、意外と、ほら見て見て、意外といい感じに出てくるんですよ、バーコードが。あ、これは結構いいな。しかも中綿が本当に入ってるからあったかいっすね。しかもめちゃめちゃ入ってるわけじゃないから、なんて言うんでしょう、そんなに膨らまないというか、シルエットがすごく綺麗な感じに。あ、これぐらいが見やすいかな。すごいいいな、これシルエットがすごい良さげです、こういう風にすると。あ、いいな。ちょっと他のも着ていこうと思います。あ、これいいな。これはね、スウェット、これはカットソー、スウェットですかね。そうですね、カットソーの部類かもしれないです、ね、あ、なるほどなるほど、カットソーの部類みたいです。ちょっと薄手なんで、中に着ていくやつですね。ロンT とまでは言わないけど、スウェットまでも言わないかもね、みたいな感じの微妙な感じの感じの。でもスウェットどっちもいけるかなって感じで、着やすいですよ、中に着れるんで。普通のロンティーより出やすいというか、で、その形が残りやすい感じで、そういうところも考えられて作られてるところはすごいいいかなと思います。これは着やすくていいですね、本当に。なんか、なんだろう、厚ですぎないんで、すごく着やすくていいと思いますよ。見えるかな？こんな感じですよ。こっちかな？あ、こっちが一番いいかな？うん。これでまた1ですね、サイズ。全然僕はサイズ1で良さそうですね。いいな。わ、でもちょっとさっきの MA、ブルゾンが忘れられないな。すごいいいな。いや、シャツもいいな。でもこれも1枚持っててもいいな。あ、ちょっとなんか、やばいな。無限にそういうの出てきちゃうから、ちょっとダメだ。ちょっと他の。ちょっとあとダウンを気になるんで、ダウン着てみます。これもちょっとまた見にくいかもしれないですけど、ダウンですね。あ、ここら辺が見やすいですね、やっぱり。丈が短めで、袖が長め。まあ当たり前なんですけど、ダウンなんでめっちゃ高いです。中綿がすごい入ってます。やっぱさっきのブルゾンより全然入ってるんで、あったかいですね。やっぱり着丈が短くて袖が長いんで、本当に今風に着れるかなっていう感じですかね。ちょっと締めてみました。一番上まで締めるのもできると思うんですけど、多分ここくらいまでが多いと思うんで。すごい。ここもバーコードが入ってるやつですね。あ、待って、もう閉めたらね、もう暑い。もう閉めたら暑いっす。閉めたら暑いっす。ここに、ポケットあるんで手入れられるんで、まあこんな感じですかね、全体的なシルエットとしたら。うん。すごい良さげですね、ダウンも。ダウンいいっすよね。今年ダウン欲しいなと思って、まあもう買っちゃったんですけど、ダウンはやっぱりあると便利だなっていう。冬は寒いんでね、ちょっと。うん。ちょっと悩んでどれか、ちょっと。どれにしようかな。どれかにちょっと決めたいと思います。こい。買うやつなんですけど決めました。やっぱりブルゾンにします。何回もうるさく言ってたと思うんですけど、ブルゾンにします。すいません。今から会計していきます。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。じゃあまた遊びに来ます。すいません。ありがとうございます。また連絡ください。すいません。はい、すいません。ありがとうございます。はい。いかがでしょうか。ちょっとね、
最後のいつものエンディングみたいに撮り忘れちゃって後日になってるんですけれども、そうですね、投稿日に撮ってます。はい、気づきました今、すいません。はい、シャリフさんね、店舗の情報とかインスタとか、あと僕が今日試着したものはゾゾタウンにあるみたいなんですよ。なんでゾゾタウンの URL とかも、試着したものと買った M1 とかも、 M1 型ブルゾンとかも あるので、概要欄に載せてきますので、そちらからチェックの方お願いいたします。まあいろいろ概要欄に載せておくので、概要欄見てみてください。はい、それではいつもご視聴ありがとうございます。はい、コメントの方もいつも読ませていただいております。コメントの方で質問といただければ返してきますので、ぜひコメントの方お願いいたします。あとインスタもやっております。インスタは個人のと、あと自分のブランドブラスのアカウント、どちらも概要欄に載ってますので、そちらも、インスタが一番早い情報流れたりするので、下でフォローをお願いいたします。はい、それではこの動画がいいと思った方は高評価で、チャンネル登録まだチャンネル登録しない方は、5万人いたら、プレゼント企画もしようと思ってますので、チャンネル登録の方何卒よろしくお願いいたします。はい、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。はい、失礼いたします。どうも、中間です。今日はですね、大阪ですね、大阪にいます今で、昨日クレオパトラさんでポップアップさせていただいてまして、今日またちょっと次の日なんですけど、12日ですね、11月、ちょっと、クレオパトラさんにまたお邪魔しております。はい、また店の前まで来ているので、ちょっとまたね、お買い物動画半年ぶりぐらいになるんですけど、まあ物も変わってると思うので、もちろん SS と AW でね、ちょうど 18SS の撮ったと思うんですけど、 AW18AW の方が、店内にあると思うので、まあ昨日ちょっとちらって見ちゃってるし、まあ実はもう買うものも決めてはいるんですけど、まあ一応店内の方また撮らせてくれるということなので、撮っていこうと思います。じゃあ早速入っていきましょう。じゃあ昨日ぶりっす。ありがとうございます。昨日ありがとうございました、本当に。昨日ありがとうございました。大輝さんと、皆さんご存知、淳二さんですね。ありがとうございます。昨日淳二さんは夜飲ませてもいただいたんですよね。ありがとうございます。美味しかったっすよね。たまちゃんってところがあって、いやでもポップアップも盛り上がってよかったですね。そうっすね、本当にびっくりしました。でも盛り上がってよかったですね。すいません、ありがとうございます。ちょっとまた店内の方を撮らせていただいてもよろしいですか。ありがとうございます。じゃあまた見ていきましょう。実はもうね、昨日ポップアップで1日いるんで、実はもうレディースまで見尽くした感はあるんですけど、ちょっと一旦それで僕が気になったものとかお見せできればなと思います。多分店内入ってすぐに、サノバチーズがある感じですね。このチェックのシャツ気になるんですよね。でもこの前ジュニさんサノバチーズ行かれてましたもんね。展示会で行かれてましたもんね。次の SS も結構かっこよかったんですよね。あ、そうなんですね。なんかちょうど今メーカーがあるんで、なんか見たい人は店頭で見れるって感じなんですけど、はいはい、ぜひぜひ大阪住んでる方とかはルックが見れるって感じですか、ね、ルックと僕がサンプルほとんど全部着ちゃってるんで。なるほどなるほど、サイズ感とか分かる感じですね。そんな感じです。ぜひぜひ気になる方は、サノバチーズ人気なんだよね。これも可愛いですよね。これ可愛いなっていう。なんか肉厚のネイルチェックなんですけど、横にアクションプリーズメッシュが入ってるんですよね。あ、本当だ。で、通気性がすごいいいんで、スケーターの人とかにちょっと、なるほど、してもらったらなんかかっこいいですよね。確かに通気性がいいんだ。本当だ、ちょこちょこメッシュが入ってる横にサイドに。なるほどね。でも厚手であったかそうですもんね。保温はしてくれるけど、なんか無駄なやつは逃がしてくれそうですね。ここにもあるんですよ。あ、本当だ。すごいメッシュがちょこちょこ。内側のチェックもちょっと変わってるんで。本当だ。開けた来た時とかに。確かに。見えるの感じいいっすね。裏地が見えておしゃれですね。へえ。やブラックウィドウですね。これもあんまなかった気が、 SS の時はっていう。タトゥーのホリスさんのブランドですよね。そうですよね。タトゥーのホリスさんのブランドっていうとなんかかっこよく聞こえますよね、すごく。面白いですよね。確かにグラフィックとか得意そうですよね、なんかそのルーツ聞くと。あ、ほんまや。こことかナイフで切ったような。本当だ。
なんかそのダメージ具合がなんか他のブランドにない感じですよね。確かに。あ、本当だ、ここも。本当だ、変わってるな。後ろのこういうプリントもダメージになってる。本当だ。あ、本当だ、なんかつけてからやってますね、これ。そうなんですよね。プリントしてからこう剥がしてますね、ちょっと。本当だ、あ、裾も。お裾も。本当だ、ダメ、あ、ここも。本当だ、あ、ここも。ベースはシンプルなんですけど、こういうちょっとグラフィックとダメージ具合がすごい面白いかなと。そう、昨日ね、結構見てて僕が気になったのがもう一つあって、このフーワットのバッグが、ナップバッグが、これめっちゃいいんですよね。これめっちゃいいですよね。これ昨日その僕のポップアップやってる時にも皆さん気になって皆さん試着してて、同じ説明何回聞いたことか分かんないですけど、僕もナップバッグって言って、ラップバッグですよね。そうです、荷物が少ないとこう畳んでいけるんですよね。もうすごい接客、僕も OK した気持ちだったんで、昨日黒、オレンジ、ベージュですかね。すごいいいですよ、これは。もともとバッグ作ってましたもんね。すごい便利なんですよね、確か。なんか、物も結構入るし、多分。大きいですからね。物も結構入る上に、入んなかったらこう、あ、なんか少なかったら畳んでいくんですよね。ラップする。そうそう、だからラップバッグっていうんですけど。そうなんですね。ねじれてもここ回転させたら、あ、元に戻るんですけど。なるほど。そのためにそこがそうなってるみたいな。で、ここのジップがなくなっても、ここから。あ、なるほど。賢い、素晴らしい。確かに賢い。本当にすごいな。そこまでは昨日聞いてなかった。すごい。あ、じゃあラップしてもそのわざわざそれを戻さなくても取れるようにしてるんですね。あ、賢い、本当に。別に学生の方とかでも便利じゃないかな。学校行く時にはちょうどいいですよね。いいです、いいです。教科書とかパソコン、なんか大きいんで、でちっちゃくも使えるんで、何でも使える感があって、なんか喋ってたら欲しくなってきたな。これでもしかもお値段も2万円しないぐらいとかなんですよね。フーワットにしてはやっぱお手頃なんで、いや、いいと思いますよ、すごく。その上に見るとね、カッパコントロールが、なんかデザイナーさんが変わったんですよね。そうですね、かっこいいですよね。モードにも着れる感じですよね。そうですね、まあ、カッパらしさは全然なくさず、ちょっとかっこよく、うん、シックになったというか、ストリート感よりモード感の方がちょっと強くなったかなっていう感じですかね。サノバティースのニットですね。 V ネックでここで切り替わってる感じですかね。柄が切り替わってるだけかな。でもこれが、これ僕が着てるやつ。そうですよね、これジュンさん着てるやつですね。これ触り心地めっちゃいいですよね。これめっちゃいいです。これジュンさんが今着てるやつですね。シルクを使ってるんですけど、シルクみたいな風合いで、はいはい、すごい滑らかでシンプルなんですけど、あのな、編み目が斜めになってるんですよ全部。あ、ほんまや、こんな感じです。斜めです。本当だ、斜めだ。よく見たら斜めだ。サイズ感もいいですよね。なんかボックス型で、そうか、うん、着やすそうな。バイナルいいっすよ、本当に。バイナルでなんかダメって思わ、なんか思わないというか、全部結構いいなって思っちゃうブランドですね、最近。本当にこれも気になってるんですよね。これもエドスさんなんですけど、これかっこいいですよね、フリースに。いいですよね、ベストを重ね着してるようなデザイン。そうなんですよ、フリースにベストが重なってるみたいな。やっぱベストって今みんな気分だと思うんですけど、そんな感じのかっこよさが見えるかな。あ、そう、こんな感じです。エトス今季結構僕好みで、ここら辺のガウンとかも結構好みなんですよね。ジャケットなのかな、ガウンなのかな。一応ドテラジャケットっていう、ドテラジャケット、はい、ちょっと日本古来にあるドテラっていう服があるんです。それをちょっとアップデート、現代にアップデートしたみたいな。絶対にみんな分かんないですよ、ドテラっていう。ドテラっていうつって、なんか難しいですよね。ドテラっすよねって絶対なんないですよ、普通に。でもこれかっこいいんですよね。で、一応リバーシブル で、あの裏をボアにするとよりあったかい感じになると思う。ああ、なるほど。確かにナイロンで風通さないで、ボアですごいなんかあったかいよみたいな。しかも着心地も気持ちいいと思うんで、確かにどっちも裏地で使える感じだな。あ、ダダがありますね。昨日見てなかったな。ダダも結構もう売れちゃった感じなんですか。結構夏に、あのもうほとんど選ぶの新作入ってきてたんですけど、かなり売れてしまって。そうなんですね、やっぱダダ人気なんですね。でもこれもダダですね。これもそのスラックスもかなりかっこいい。かっこよさそうですね。かっこよさですけどね。なんかそこまで目立たないからいいですね、この黄色いラインが。生地の端にできるラインをサイドラインと見立ててるみたいな。なるほど、生地の、あ、本当に耳みたいなところ あるじゃないですか、生地で丸まってるやつとか、あれの端とかに書いてるやつもある。
あれをサイドラインっぽくつけたって感じなんですね。へえ、面白いですね、発想が。でこっちがですね、こう僕が SS の時に、サスクワッチ買ったんですけど、クレオパトラさんで、このサスクワッチゾーンに入る感じですね。今からこれ昨日気になってたんですけど、すごい重たいですよね、着物的なこと。これめっちゃかっこいいよな、これめっちゃかっこいい、結構本気一押しです。いやー、かっこよさそうですもんね。なんかしかも何でも羽織れる感じありますよね、何にでも。もうだからアウターの上からもガサッといってほしいですよね。うん、確かにすごいかっこいい。これは後で着てみよう。これはエンジですもんね、多分。そうですね、エンジの、エンジでまた同じコートがあって、これがウルトラスウェードとか、なんかスウェードのシャツっすよね。そうです、でもあのフェイクスウェードなんですよ。あ、そうなんだ。あのトーレが開発してる人工スウェードです。トーレが開発してる人工スウェード。その言葉だけど、見た感じは本物のレザーに近いんですけど、確かに、人工的に作ってるんで、なんか雨に濡れても大丈夫とか、まあ、合皮みたいな。そうです、極端に言うと洗えるみたいな。なるほど。まあ多分洗いはしないと思う。そうですね。これはね、こういうシューレースを使うところがスケートっぽいっていうか、ストリートっぽいところですよね、サスクワッチの。あとストリートでやっぱりできてるブランドなんで、これも結構強めのアウターですね。やっぱダウンは欲しいですよね、気分的に。これってやっぱ死ぬほど暖かいんですか。今季でも結構そのルックの注目浴びてますね。そうですよね、ダウンコート。これはでも多分さっきのコートより軽いですよね。軽い、そうそうそう、めっちゃ軽いですよ。軽いですね。斜めのステッチがすごい素敵で、うん、おしゃれ。なんか去年出してたモンスターダウンと似てますよね。うん、あっちの方がもうちょっとデザイン強いイメージあったんですけど、確かに今回はもうちょっとミニマルになってて。ほんまや、これはちょっとこれも後で着てみたいな。これはね、あったかいと思いますよ、絶対に。あとなんかブラウンもいいですね、この色味が。この色味もすごいです。おしゃれ。今日はすぐ完売しちゃったんですけど。そうなんですね。こっちもかなり人気。いや、絶対人気ですね、これは。サスクワッチこのイメージある人、去年から多いと思うんですよね。ゴシャラブチンスキーのゾーンになるんですけど、もう初っ端からリーバイスがある感じですね。いや、これね、改めて見るとかっこいいな、ゴシャリーバイス、やっぱり。いいな、まだ残ってるんでね、クレオパトラさんに欲しかった方とか気になっている方はぜひ行ってみてください。いや、すごいかっこいいな、やっぱり。もともとこれ狙ってたんですけどね、スウェットですね。あと、こんばんは、 MA1 か、 MA1 が3色かな、カモ柄とブラックとカキでございます。これもルックで結構出てて有名っていうか目立ってましたよね。アディダスコラボのスウェットパンツ。今季僕これ買いました。あ、本当ですか。グレーのスウェットパンツ。なんか楽でかっこいいスウェットパンツ欲しくて。あ、なるほど。ちょうどこれいいなと思って。うん。良さそう。ワイドなんですけど、すごい裾が絞ってるんで、たまる感じがすごくかっこいい。ああ、いいっすね。スウェットは裾でたまるといいですよね。で、ロゴが大体こういうのって上に着てるんですけど、下に着てるんで、オーバーサイズのトップス着てもロゴがちゃんと見えるっていうバランス感が。なるほど、そこまで考えられてるんですね。確かに。あとこれがね、ベンチコートですね。これもね、あ、これも結構重量感ありますよ。これ絶対あったかいですよ、これも。これやっぱこんだけあったかいのに対して4万5千円とかするぐらいですもんね。4万2千円ぐらいに消費税とか、ね、あ、うん、やっぱり4万前半とかなんで、ちょっとお買い得ではあるんで、ちょっと左手がやばいんで申しますね。今は全然着やすいデザインだと思うんですけどね、ベンチコートとかも。いや、でも豪車やっぱりすぐ売れます。結構早いですね。あ、そうっすよね、おっしゃってましたもんね、豪車はすごいみたいな。豪車ってすごいんだな。ちょっとね、とりあえず試着をしたいっていうのと、僕がね欲しいのはもう昨日実は買ってあるんですよ。実はもうお会計を済ましてしまっていて、取りに来ますねって感じなんで、じゃあちょっとそれも紹介しつつ他のも着ていきたいなと思います。はい、実はね、僕がもう買おうって決めてたのはもうバイナルアーカイブとポーターのチェストバッグなんですよね。これ 18SS で出てすごい速乾だったらしいんですけど、まあ、なんかプレーでもすごいついちゃったらしいんですけど、 18AW でもまあその人気に応えてか分かんないですけど出たって感じになります。これはね、めちゃめちゃいいんですよ、本当に。あんまめちゃめちゃいいしか言うことないんですけど、ベストっていうよりはチェストバッグなんですよね。
すごくおしゃれなんですよ。これなんでこんなにいいか、なんかすごいんですよ。まずね、後ろにポケットが1個あります。でかいポケットがあります。この前にポケットがあります。でね、ハンドウォーマーみたいなの、こっからもね手入れられるんですよね、本当に。でこの前のカチッと止まる感もいいですし、でポーターのね外タグが黒タグになってるんですよね。まあこれ分かりにくくなってるんですよね、ポーターっていうのが。ポーターって本来この中の印刷っていうか、まあ文字が白かったりするんですけど、写真出しておきますね。まあ、この真っ黒になってるんですよね。まあ、そういうのできるのもバイナルさんだからみたいな感じのもあるんですけど、すごくおしゃれな、本当にこのおしゃれアイテムですね。これね、着たらもっといいんですよね。これなんでもっといいかっていうとね、ちょっとまあもう一旦着るわ、一旦着ますね、とりあえず。アウターの上につけてもらうのかっこいいですね。そうなんですよ、アウターの上とかでもいいですし、コートの上とかでもいいと思うんですよね。ちょっとこれ良くないですか。なんか僕は結構好きなんですけどね、これなんか本当に、正直ベストっていうよりは本当に、まあ、もちろんチェストバッグっていう名称なんで、本当にバッグをつけてる感じなんですよね。まあ、ポーターさんならではですよね、バッグだと。でもこれ本当にいいな。ここのポケットがいいですよ。いいし、そうそうそう。ここに手って入れたくなりますもんね。すごいおしゃれなんですよね。これは近くで見るともっとわかるんですけど、いや本当おしゃれなんですよ。ちょ、僕今もう、T シャツが黒いんで分かりにくいと思うんですけど、いやめっちゃおしゃれなんですよね、これ、うん、これかっこいいな。ちょっとじゃあ、まあこれはもう買うの決定してるんですけど、ちょっと他のやつも気になるやつ試着していきたいと思います。ね、これはサスクワッチの着物みたいなコートですね。メルトンの2つボタンがあってどっちでも止めれるんですよね。余裕持たせるか、まあ、ダブルみたいにするかって感じだと思うんですけど、なんかさっきめっちゃ重いって言ってたじゃないですか、はいはい、確かにめっちゃ重くて存在感たっぷりなんですけど、はい、その結構縦に落ちる綺麗なドレープ感と袖丈も短く作ってるんで、確かになんか印象はなんか動きがあって軽快なイメージありますよね、うん、あ、着たらそんなに気にならない、やっぱり重さっていう、まあでも重量感はありますね。おしゃれですね。でもこのオーバーサイズだからこそ何でも合わせられるっていうのもまたいいですけど、これで10万ぐらい、10万しないぐらいかだと思うんですけど、すごいいいですよ。これはアウターなんかないかなって探してる方は、ぜひコートで探してる方はおすすめですね、これ。じゃあちょっと次、やばいダウン着たいと思います。やばいダウンさっきのとちょっと全然違くてやばいな、これは。これちょっとやばいダウン着ましたね。これは最強のダウン、最強のダウンですね。すごいあったかいですね、これ。これはどこで、あ、ボタン、スナップで、スナップで、あ、すいません、スナップで行く感じですね。すっごいわ、これ。もしかもね、下に行くに行けば行くほど、こうちょっと広がってるから、コートっぽい、やっぱりしっかり、ダウンコートだと思うんですけど、さっき来た瞬間あったかいって言われたんですけど、マジでちょっと暑くなってきましたね、もう。すげえわ、これは。確かにこれ寝れるわ。めちゃめちゃふかふかなんで、これでもう寝れちゃいますね、これで。すごいわ、これは。てかこれ本当 T シャツの上これでもう出れますね、真冬。マジであったかいっすよ、これ。でね、軽いっす、確かに。おっしゃる通り軽いし、中に留めもあって、ベルトみたいなのがあって、それもつけて、前掛けっていうんですかね。あ、前掛け、まあ、こうなってるんですよね、今こっから出てきてね、前掛けで留めてる感じになるんですけど、開けてきてもなんか後ろにずれてこないっていうか、確かにこう落ちてこないとかですよね。これも全開にしても普通にかっこいいんですよね。こっからも着てきてます。いや、いいっす、こっちの方もいいっすね。これがちょっとゴーシャーリーバイス着てみました、一応。あ、これでも確かにかっこいいな。 M ですよね、これで。これ M サイズ、これで M サイズです。ボックスみたいですね、やっぱシルエットは。いや、かっこいいな、やっぱり普通にかっこいい。いや、すごいいいな、これかっこいいな。ダメだ、もうこれ以上着ると危ない。これは行ってしまう可能性がある。いろんな服があるお店なんで非常に面白いですよ、やっぱりクレオパトラさんは。まあ昨日僕もお世話になりましたし、でもちょっと統一感はなんかみたいな感じですかね。なるほど。大輝さんが兄弟卒ですからね。これだけは言っとこうと思って。これだけ言っとこうと思って。異例の兄弟卒でアパレルやってる人初めて見たんで。一番駅から近いのはどこなんですか、ここって。まあ、四ツ橋駅ですね。やっぱり四ツ橋。まあ、四ツ橋線やと、まあ、分かりにくい人もいるんで、一番分かりやすいのはその御堂筋で心斎橋から歩くっていうぐらいで。なるほど。雨村から歩いてきたんですけど、雨村もすごい近かったんで、ぜひ、まあ、本当大阪来たら全然来れる、全然近いところだと思うんで、距離感だと思う、すごい近いところだと思うんで、ぜひぜひ皆さん来てみてください。ちょっと買わせていただきましたバイナルポーターのね、もう今つけてます。
スはもうつけてますほら、うん、いやこれチェストバッグねすごいいいんですよ。いや本当にあのクレオパトラさんすごいお世話になったお店なんで僕からもすごい感謝というか、まあすごいね、そういう気持ちが強いんですけど、お店自体本当におしゃれでセレクトもいいですしかっこいいものがいっぱい揃ってるんでぜひ皆さん遊びに来てください。はい、それではいつもご視聴ありがとうございます。コメントの方もいつも読ませさせていただいております。コメントの方でいつもいただければ返していきますのでぜひお願いいたします。あと、インスタの方もやっております。インスタの方で自分のアカウントとプラスのアカウントどちらもありますのでぜひどちらもフォローの方概要欄からお願いいたします。それでは、この動画がいいと思った方は高評価で、チャンネル登録まだだよという方はチャンネル登録何卒お願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。失礼いたします。どうも中間です。今日はですね、表参道に来ております。表参道ですね、かなり閑静な住宅街の方に来ております。表参道でも一応渋谷と原宿からも近いのかな。今日はどこに来てるかと言いますとこちらですね、ご存知の方も多いと思います、見切り発信さんですね。ハウス見切り発信、見切り発信ハウスさんですね。はい、ちょっと分かりづらいところにあるんですよ。一応表参道 B1 出口とか、あの僕が働いてる表参道ブローチとかから、まあ、歩いて5分ぐらいなんですよ正直。でもそんな曲がることもなく5分ぐらいなんですけど、表参道から5分歩くとこんなに閑静なんだって感じですね正直。ではちょっと特別に許可をいただいて見切り発信さんに、はい、撮影させていただくことになりました。ありがとうございます。すごい変わったお店なんでこだわりがめちゃめちゃ強いですね。店内がすごい変わっておしゃれなんでぜひ、はい、ちょっと一緒に皆さんと見ていければと思うので行ってみましょう。で店内ですね、一軒家をお店にしたような感じなんでドライフラワーいいですね。12月8日ですね。こんにちは。こんにちは。すいません。自己紹介だけよろしいですか。ハンサーとミキラ氏の山本と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、朝早くから。とんでもないです。ありがとうございます。はい、ご覧になってください。すいません、ありがとうございます。一応ここがイベントスペース的ないつもだとっていう感じですもんね。そうですね。普段はお取り扱いのブランドの展示会をやったり、の企画展の展示をやったりする部屋ですね。ちょっと今は封鎖してしまってるんですけど。ありがとうございます。一軒家を本当家にした家っていうか店にした感じですよね。そうですね、ハウスというあの店舗名でやらせていただいているので、あの、はい、家をテーマにこう思いっきり玄関から入ってきていただいて、こう廊下を歩いて、ここが一応キッチンをイメージしたスペースになってまして、キッチン、はい、そうですね。で、ここは廊下を歩いていっていただくと、奥のメインの部屋が、あの僕らは居間と寝室と床の間というふうに呼んでるんですけど、それぞれの部屋に合わせて、まあ、洋服だけじゃなくて、まあ、いろんなクッションだったりとかの販売も同時に行っています。ありがとうございます。ちょっと見ていきましょう。皆さん、メンズレディースどっちもユニセックス全部ある感じのお店だと思います。早速ここにヤントルがありますね。ヤントルは好きな方も多いブランドではないでしょうか、ね、すごいいいんじゃないでしょうかね。店内入ってすぐにね、クロマのねブルゾーンっぽいのがありますね。クロマは、もう本当に見切り発信さんの中でも好きな、特に好きなブランドだと思います。電脳世界というか、その SNS とかそういう中で立ち位置がある人の、まあ、どっちでも着れるようにというか、まあ、そういうねキャラクター的なところで着やすい人に向けてっていう感じの服だった気がします。こういうねちょっとテック系なんですけどおしゃれみたいなところが結構入ってるのが僕は結構好きなんで、まあ、僕の動画前から見てくださってる方とかは多分クロマなんかも好きなんだろうなっていうのは分かるとは思います。はい、うん、すごくいいと思います。でね、そんなに高くないんですよ。なんかちょうどいい金額であるので皆さんにも本当おすすめできるブランドですね。ぜひぜひっていう感じです。クロマ、はい、趣味でいくとアンリアレイジが結構ありますね。アンリアは今季プリズムとかでしたっけ、なんかテーマって、あ、そうですよね。あ、一回僕デザイナーの方渋谷の駅ですれ違ったことあるんですよねあっと思ってアンリアっぽいスウェットですね。今季プリズムなんで、なんか三角形とかそういう形で確か区切られたのが多い気がします。ハトラですね、うん、いい感じにたまるフーディー、フーディーではな、フーディーか、
ハイネックのちょっとフーディーって感じですかね。色がハトラっぽいというか、ちょっと、ね、たまらない色ですね。普通のネイビーとかもあります。エスプロですかね、エスプロジェクトですね。スポークンワーズプロジェクトっていうブランドをやっていた方、ウィメンズのブランドをやってた方の、まあ、メンズのブランドですかね。多分去年一昨年ぐらいからだった気がします。エスプロ、うん、これいいっすね。キルティングなのかな、スウェットでちょっとオーバーサイズめのね。あ、これはね着やすくて良さそうですね。なんかメンズをやるたびにまた工場とかも探したとか聞いた気がします。同じくクロマですね。これ何とも言えない感じが良くないですか、この。これ軽いですね、すごい。そうですね、クロマはこう見た目ですごくこう映えるというのはあるんですけど、着ていただくとすごく軽いというのも特徴の一つだと思います。本当に軽いですよ、これ。皆さんすごい軽いです。ほら、だって僕左手だけで右手持ってこんなできるんですよ。絶対人もできないですよ、こんな。はい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 、なるほどなるほど。外地はナイロンですよね、普通に。すごい、本当に軽いし、なんか中綿が入ってるのかな。まあ、でも審査レートっておっしゃってるんで、いや、あったかそうですね。わ、これ黒めっちゃ着やすそうだし、プルオーバーになってる感じですね。で、首のあたりにボリュームがある感じの、いや、軽いな。同じくクロマですね。これもまた着やすそうなおしゃれなですね。素材が切り替えになってますね。ここはなんかちょっとボンディングっぽい素材かな。いや、でも何とも言えない素材だな、これ。形がすごく映える形ですね。クロマもメンズレディースどちらもいけそうですよね。そうですね、もう完全にユニセックスなので男性でも女性でも着ていただけると思います。そうですよね、こういう色とかレディースの方でも良さそうですね。映えそう、うん、本当にオータとかハトラとかと合わせるのも合わせやすそうですね。次シャツですね。あ、シャツも素材感すごいですね、これ。このコットンなんですけど、はいはい、生地で、あの、実は服の中から初なんですね。あ、へえ、初。いや、これはなんかコットンだけど、ちょっと違う感じしますよね。なんだろう。そうですね。でもこの光沢感のある生地を選んでいるのだと思います。なるほど。で、これ襟付きのシャツを作ったのも、あの、この時でこのシリーズ簡単の形が初めてなんですね。へえ、ちょっとオーバーサイズで。変わったでも作りになってますね。パッと見でちょっと動かして、着たら結構変わりますよね、これ。結構袖口が広くて巻き込むような形をしている、はいはい、こういうところがすごく特徴的なデザインですね。なるほど。で、ここもちょっと長いなと思った人のために内側にこう折り込みやすくなっているような作りになって、まあ、しっかりちゃんと機能性も兼ね備えていて、サックスっぽいお色もある感じですね。こっちはグレーかな、うん、色地でまたありますよ。いいですね。これもクロマですか。可愛いパンツがありますね。もう完全にボンディングっぽい素材のスウェットですね。あの、すごく伸縮しやすそうな素材ですね。7分とか8分かな。普通のセレクトショップにはないセレクトになってる気がします。これが気になって仕方ないです。これクッションですかね。そうです、うちの別注で、あの、ハウスなので、あの、クッションを作っていただいて。あ、なるほどなるほど。そうですね、このまま行ってもらっても問題ないです、はいはい。で、ここがすごく人工知能というテーマで作ったクッションなので、なんかクッション自体がちょっと呼吸をするようなイメージで制作したと。そうです、すごいですね。なんか店の中がね、結構落ち着く感じになってるんですよね。ちなみにここの床で切り替えになってるんですよね。そうです、各部屋で、あの、それぞれ床で切り替えて見せるような形になってるので、廊下、今、寝室、ここのまたすぐ床が切り替わってるのも特徴だと思います。なるほど。こっちが寝室ですね。寝室はレディースがちょっと多めですかね。メインになってます。見ていただくと分かるとおり、レディースがちょっと多めになってます。もうね、なんかもうなんでこれタンスって言うんでしたっけ、これ。そうです、タンスですよね。タンスが分からなくなったっていうのが今かなり自分の中でショックだったんですけど、うん、まあ、寝室なんでこういうタンスとかも置いてあるっていうね。色味
が綺麗ですね、ここは。このデザインでこの色っていうのがかなり変わってる感じがしますよ、正直。でレディースの方でなんかね、ちょっと人と違う変わったものを探してるとか。でもこの色ってなんか、なんて言うんでしょうね、ちょっと女性に刺さりそうな色なのに、このデザインっていうのが結構いいんじゃないでしょうか、クロマ。うん、ぜひぜひ気になった方は来てみてください、女性の方も。ここがリビン、今、はい、ダメだ、もう言葉が出てこない全部用語みたいな感じですけど、リビングっつって朝は出てこないですよね、出てこないです、やばいな、もう言葉が出てこないんですよね、はい、いやいや全然もうダメなんですよ、言葉が出てこないんですよね。今です、ここは、ここ今ですね。でこういう感じで床で切り替わってます。あ、そうでね、僕ちょっとこの前お聞きしたんですけど、あれですよね、こういうシャンデリアとかでさえ売ってるっていう。そうですね、一応目に映るものは全て販売しているので、シャンデリアとか、それほどさっきのタンスとかも。あ、タンスも、はい、タンス欲しいって方いらっしゃいます？今のところいない。でもたまに値段聞かれたりします。マジですか？いくらなんですか？15万です、ね、なんと、わかんないな。そうなんですね、でもタンスで15万か、あのシャンデリアは、いくらでしょうか？8万円の商品です。8万円の商品です。シャンデリアは安い気がしますけどね、なんか。どうなんだろう、わかんないです、ちょっと。でも、おしゃれだからね、こういうのって。すごいな。なんで、そうっす。だから、見えるものが全部買えるっていう素晴らしいコンセプトですよね。あんまりないじゃないですか。まあ、重機欲しがる人もいるかどうか僕はわかんないですけど、確かに。それを、その情報を知った上で来たら欲しいって方もいらっしゃると思うんですけどね。これアンリアですね。ミリタリー感もありつつ、そのプリズム感も出ててっていう。あ、これはすごくおしゃれですね。しかも綺麗そう、僕も。アンリアレイジとかあんまり結構なんか難しいなと思ったりすること多かったんですけど、これはトライできそうなアイテムですね。おしゃれ。こっちは多分、かがりさんですかね。かがり感が、壁感が出てきましたね、パテ感が。パレットアートアライブさんで撮影した時にもあったかがりさんですね。ドライフラワーがおしゃれに差し込まれてますね。このかがりさんですかね。ここは切り替えになってます。すごいな。なんか、止水ジップみたいになってる。かがりさんはね、僕は一番びっくりしたんですけど、こんなにアイテム増えてたんだっていうのが、やっぱり結構びっくりしましたね。やっぱすごいですよね。作るスピードというかね、なんていうか。あ、iPhone ケースもありますよ。iPhone ケースも、かがりさんのマークがついてますね、奥に。すごいな。iPhone ケースも経年変化できるっていうね。素晴らしいですね。あ、これ僕この前買ったキーリールですね。ここで伸びるやつです。これすごい便利ですよ。こっちが僕の買った色の黒ですね。まあ、かがりさんはやっぱりいいですよね。靴下ですね。マトフアンリアレイジってなってます。これがね、ニルっていう靴のブランドですね。ちょっとエンダーと似てる感じもするんですけれども、テイスト的に。ちょっと小物も出してるみたいなんですけど、ビブラムになってますね。すごくいいと思いますよ、個人的には。まあ、エンダーで被りたくないって人とかはいいんじゃないでしょうか。ここが、もうダメだ。床の間ですね。そのまま上がっていただいて。あ、ありがとうございます。ここちょっと段になってるんですよね。失礼します。ちょっと上がりました、今。高いところにいます。マトフですね。ライダースっぽいブルゾンがありますよ。ここヤントルさんですね、さっき言った。ヤントルはですね、簡単に話すと、なんか結構重力とかをイメージして作られてるんで、シルエットがすごく綺麗なんですよね、僕の中のイメージでは。シルエットが、なんか歩行こうしたらこうなるみたいな。確か美術大学出た人が作ってるんで、ヤントル僕もたまに着るんですけど、すごくいいんですよね。形が綺麗に出るっていうのがヤントルのイメージですかっていうのは僕の。コートが今ヤントルさんだとあるみたいですね。うん、すごくいいな。入り口にもヤントルありましたもんね。これもちょっと後で着てみようかな。いや、ほんと形が綺麗なんですよ。あ、ここで切り替えになってますね、襟の部分が。これもヤントルさんですね。ここも襟が切り替わってますね。うん、これもコートですかね。ちょっとロングジャケットとかロングジップブルゾンって言ってもいいかもしれないですけど、服のおしゃれっていうよりは、見切り発信さんは
洋服もおしゃれなんですけど、そのなんか店の中の雰囲気とかが全体的にすごいおしゃれというか、なんて言うんでしょうね、うん、難しいですね、言葉で言い表せないんで、本当気になる方は一回来てみるのが早いと思います。まあ動画でもね、ちょっとなんとなく僕の言いたいこと伝わってると思うんですけど、あ、これはアンリアとポーターのリュックですかね。これがプリズムみたいに切り替わってますね。オータですね、着やすそうな、春夏はアウターとして使えて、秋冬はインナーとして使えるようなシャツですかね、うん、ブラウンバンドカラーかな。これいいですね、これいいな、レイヤードとかでも使えそうなアイテムですね。これどこのだろう、あ、フィンガリンですね。今日初めてフィンガリンが出てきました、まあ、フィンガリンはもうご存知の方も多いんじゃないでしょうか。めちゃめちゃ有名ですね。もともとパジャマを作ってた方のブランドですね、フィンガリンさんは。こう2つ後ろもフィンガリンさんっていう、あ、全部フィンガリンさんですね。これはすごい大表、あのなんか目玉っぽい感じのアイテムですね。はい、じゃあちょっとね、気になるものを何点か試着していこうと思います。ちょっと何点かあったんですよ、本当にアウターっぽいのが多いな。じゃあちょっと着ていこうと思います。はいはい、太田さんの太田のシャツを着てます。ちょっと今僕ハイネックのカットソーなんか着てたんで、ハイネックを折りたたんでここに入れてますちょっと首のところが厚く見えるかもしれないですけど、気にしないでください。いいっすよね、これ着やすそうで、ちっちゃいポケットが1個ついてます。これが大きい方のサイズですね。ブラウンなんですよ。ちょっとここら辺まで近寄ったら見えるかな。てか全然見えるな。ちょっと見えにくかったらすいません。こんな感じです。いい感じですよね。これで3万円ぐらいかな。2万8000円にタックスとかだった気がします。なんか今日の格好ともちょうどシックで合ってて、これはいいですね。はい。次のちょっと着てみたいと思います。はい。今僕はヤントルのガウンコートを着てます。コットンリネンガウンみたいなコートを着てます。これめちゃめちゃいいですよ。これはねめちゃめちゃいいです。皆さんめちゃめちゃいいです。何回も言いますけど、やっぱねシルエット綺麗じゃないですか、本当にでさっき山本さんにも言われたんですけど、あれですね、この袖の中とかが切り替えになってるんですよ。さっき僕もちょっとチラッて言ったと思うんですけど、この切り替えがなんかポリエステルスウェードっていうのをやってて、なんて言うんでしょうね、触り心地がめちゃめちゃいいんですよ、とにかく着心地、触り心地が、襟の部分もなってるんですけど、ここも多分なってるんで、なんて言うんでしょうね、まあこういう、僕は今ハイネック着てるから分からないと思うんですけど、例えばちょっと、まあ普通のスウェットとかニットとか、クルーネックとか V ネックとか着ると首が出るじゃないですか。で、当たる時も多分気持ちいいっていうイメージだと思うんですけど、シルエットもすごい綺麗ですよ。で、僕、ヤントルもうちょっとこれ10万ちょいとかするのかなと思ったら、これで7、8万ぐらいなんですよ。いやこれめちゃめちゃいいっすよ。絶対買った方がいいと思いますよ。なんかわかんないけど、ヤントルほんと形綺麗なんですよね。後ろもガウンなんでこういう風になってて、いやこれヤントルじゃないか、めちゃめちゃいいっすね。いやいいなこれ。コードでも死ぬほどあるんだよな。黒試着するなら黒以外着てこいよって感じですよね。まあでも黒ばっかり着る人なんですいません。次着てきます。はい、クロマのね、ジャンパーを着てみました。ジャンパーって名前ですね。はい、すごくいいですよ、これも。まあ、ここにね、ネームに、胸のところにクロマって入ってて。いや、これもいいですよ、すごく普通に。軽く着れるんで、さらってこれ着て出かけれる感じがありますね。あ、悩ましいな。結構本当に割と好きだな、クロマは。うん。ちょっとね、じゃあ、最後もう一着着たいのあるんで、あ、見えてますね。はい、こいつなんですけど着ていきたいと思います。最後クロマの、ゼリーハイネックプローバーみたいな感じのやつですね。ここがすんごいボリュームがある、さっきちょっと申し上げたプローバーですね、ナイロンので、さっきやってもらったんですけど、ここがキューってしまうんですよ。今こここんな感じでちょっと何て言うんでしょうね、開いてるんですけど、ここが、キューって閉まるんですよ。ちょっと待ってください、ね、今閉めるんで、今閉めていただいたんですよ、ここ。そうするとキュッて首に来る感じで
だから寒い時も単純に暖かくできる感じもすると思いますし、あとまあね、もちろん見え方の違いが大きいと思うんで、はい、すごくいいと思います。だから今日言葉が全然出てこない、本当になんかあれ出したいっていう言葉が出てこない、変わって、今日全然ダメですね。結構腕の部分もなんていうんでしょう、伸縮するというか、多分こうキュッてなるんで、インナーとしても使いやすいと思います。インナーに着て、アウター着るのもいいかなと思います。このハイネックがね、一番見せるところだと思うんで、上にコートとかブルゾン羽織ってもいいんじゃないでしょうか。はい、ちょっとね、じゃあ迷って決めたいと思います。でも迷ってというか、もうあれにするって決めてるんで、多分もう心の中で決めてるんで、あれをちょっと買いたいと思います。はい、一応ちょっと今までメンズばっかり紹介してたんですけど、レディースもあるんだよというので、ちょっとスカートだけのブランドみたいなね、クリーナっていうブランドもあるみたいなんで、ね、レディースの方も見てる方は着てみても面白いと思いますよ。スカートってなかなかね、最近履いてる人は見るけど、なんかあんまり多くない気はするので、いいんじゃないでしょうか。スカートだけっていうブランドもすごくいいと思いますけどね。うん、ぜひぜひ気になる方はレディースの方も見に来てみてください。何を買うかというと、オータのシャツを買おうかなと思います。これめっちゃいいんですよ、このブラウンでね。あ、しゃがむとめっちゃわかりやすい。ブラウンでこのね、ハイネック着せて襟開けて、こういう風にハイネック見せてもおしゃれですし、パイルっぽいんですよね、生地が、うん、これすごいですよ。なんか僕が最近着たい感じの、うん、デュルとか、ね、カナタとか、そこら辺と合わせていきたいなと思います。これもね、僕はね、着て帰っちゃいます。はい、着て帰りですね。すいません、じゃあ、買ってきましたので、あのショッパーがね、すごい変わってたんですよ。なんかプチプチでできていて、プチハウスって店舗名なので、なんかこう家にちょっとあるような素材で作りたいなと思って。なるほど、全部バックボーンがあっていいですね。何聞いても返ってくるんで面白いですよ。なんか気になったら聞いてみてください、皆さん。プチプチでできてます、エアパッキンで。朝早からありがとうございます。ありがとうございました。すいません、また遊びに行きます。はい、ぜひぜひ。ありがとうございます。すいません。はい、見切り発信さん買ってきました。いやー、すごくいいお店でした。本当になんか全て目に見えるものが買えるっていうのとか、全部仕切りされてるところで、名前がついてたりとか、床の間とかね、そういうところでこだわりがすごく感じられるお店でしたね。本当におしゃれですね、うん、表参道から、最初冒頭も言いましたけど、5分ぐらいで来れますので、5分7分とか、まあブローチからも来れますので、見切り発信さんに行ったよって方は、まあじゃあもうおまけ程度にブローチに、はい、来てみてください。すごくね、ありがたいです。そうすると本当に大阪の時も僕言いましたけど、来るだけで面白いお店ですね、うん。まあもちろん気に入ったものがあったら、買ったりするとすごいもっと楽しくなると思うんで、ぜひぜひあのね、まあ、クロマ、オータとかね、あのエスプロとか、そういうところってなかなかね、かがりさんとかもそうですけど、なかなか取り扱いないところもあると思うんで、ぜひ見切り発信さんで単純に遊びに来てみてください。はい、それではね、また次の動画でお会いしましょう。失礼しまーす。でもさ、そのさ、マラソンでさ、はい、結構あれやん、疲れるやん。疲れますね。一人何キロ走るの？箱根駅伝だと20キロぐらい大体走ります。はい、1区間で20キロ、大手町から箱根まで行くんですが。無理でしょ。5人で行って、で2日目、はい、100キロぐらいで行くです。やば。あ、どうも中村です。1月4日にね、お買い物取りに来てるんだよね。はい、で、あのあそこのお店なんですよね。あそこ見ますか、あの窓、プロクシノーシナイヒリピリフィケーションさんです。下北沢ですね、住宅街だよね。ちょっとね、今日は早く開けていただいて、ちょっとだけわざわざちょっと参りました。はい、どうも中村です。行ってみましょう。あの、ね、古着屋さんなんですよ。古着屋さんで、でもちょっとなんかその普通の古着、ヴィンテージみたいな古着と、あと、まあ、その例えばストーンアイランドだったり、ヘルムトラングだったりっていう、まあ、そういう普通のブランド古着的な、でもブランド古着でもまあヴィンテージ90年代とかの多いとこなんで、ちょっと見てみましょう。で、ちょっと行ってきましょう。失礼します。すみません、紹介だけいいですか。吉村と申します。はい、本名です。吉村です。お願いします。
すごいとこでもすごい閑静な住宅ぐらいの。そうですね。ちょっとこのテイストだとまあちょっと分かりづらい方がちょっとお客さんも探して来てもらって、まあ見たい人が来れる感じになるかなっていう。確かに。僕が前来た時も結構お客さんいらっしゃいましたもんね。まあまあまあ、まあでもそんな全然こちらも。いや本当にすごい。いつからやられてるんですかそういう。まだ半年ぐらいです、ね。あ、半年ぐらいですって。すごい。あの基本的に古着屋さんですよね。そうですね。デザイナーズの古着というか昔のヴィンテージものもあったりとか、普通のなんかよくアクロニウムとか、まあ、いろんなねそういうテック系のブランドがやってるようなもののサンプリング元みたいな、そうですね、が置いてあるような、そうです、ね、おしゃれな、ね、通なお店です今日は。はい、ありがとうございます。そんなのとんでもないです。知られたくない系だと思うんですけど、とんでもないです。すみません、ありがとうございます。いやもう知ってほしいです全然大丈夫です。はい、ちょっとね店内見ていきましょう。お願いします。ちょっとはい、ありがとうございます。じゃああっちから見ていこうか、入り口から。ちょっとあのコートが気になるんだよ、あのコートが。このコートが気になるんだよ。これなんかここがつながってるんですね。そうですね、多分意味は特にないと思うんですけど、あったかそうですね。あったかそうじゃない？かたくなに喋らんやん。いや、めちゃくちゃあったかそうです。めちゃくちゃあったかそうですよね、はい、これ。これで3万円ちょっととかなんで、やっぱりお安いですよね。この前見た時も、結構1ヶ月前くらい来たんですよ。その時にもちょっとお安い、本当に良心的な価格設定で。ここら辺、カバンがいっぱいありますね。これ可愛いですね、空だもんね。保存袋もちょっとですね。これカメラ入るかな、これ。入りそうです。カメラ入ったら欲しいね。カメラ入るあれ探してるんですよね、今。結構ミリタリーのそのなんかあのサンプリングされてるやつとか結構あって、こちらですね。これとかいいですね。確かにちょっとしたバッグ欲しいって言ってたやん。あ、これしかもここで止まるやん。これで7500円とかでしょ。安いですよね。お休みの価格帯はありがたいですよね。じゃあちょっと服見ていきましょうか。ここにトミーヒルフィガーが多いかもしれないですね。トミージーンズとか。トミーで今こんなイメージあんまなくないですか。だいぶ昔のやつだと思う。結構昔のトミーとかってことですか。90年代です。あ、90年代。あんまり見ないですよね、今のトミーから考えるとって感じですね。そうですね、うん、着てる人も少ないと思うんで、おしゃれだと思いますよ、着てみれば。シャツとかも。なんかミリタリー系というか、ワーク系というかね。結構いいよね、これとか。むしろこんなのあったんだって感じだもんね、普通に。僕、前来たのって、欲しいのがあって来たんですよ。あのラングの、ビッグフードブルゾンシャツみたいなやつがあって、写真出しておきますね、あったら。それを買ったんですけど、ラングはちょっと銀行がそんなに本当にそこまで触れてないんですけど、やっぱ昔のやつとか2000年代とか、タフのアーカイブ、マルジェラのアーカイブとかと一緒に有名になってる気がします。面白いですね、真ん中にね。カメラ入るかな。ギリギリ入るそうじゃないこれ。無理かな。あ、いや入るそうです、ね。入るそうだねこれ、うん。うん。入りそうだわ。あ、ベストとかもありますね。やっぱ今ベスト上から羽織りたいっすよね。気分的にね、みんな。こんなのあるんだ本当に。これどこの人でトミーって聞かれたらびっくりしない結構。すごいな、やっぱ海外にはいろんなものがあるんやな。フマーニのボンバージャケットみたいなね。ブルゾンですね、ボンバーブルゾンみたいな。ここはラングかな。ラングですね。ラングです。ラングのジップブルゾン的な感じですかね。ラングはやっぱりシンプルならではですね、結構デザイン効いてるのがいいですよね。なんかちょっと未来的っていうか、昔のラングはやっぱそういうイメージが強かったんですけどね。なんかめちゃめちゃそういう派手なものとかを使ってる時にそんなに装飾とかを使わずにシンプルな色で、ただちょっと未来的な感じっていうところがラングのいいとこだった気がするんですけどね。あ、ルメールです。クリストフルメールです。コーデュロイっぽいですね。フードがついてる。これそうです。セレクトがおしゃれですよね。なんかその昔のものだけど今風になってるっていう、そのファッションって一周回るってよく言うんですけど、
今なかなか被らないで今風で着れるものが欲しいっていう方は結構おすすめなんで、着てみるといいやつが見つかるかもしれません。概要欄にいろいろ載せておくんで、ぜひ見てみてください。ちょまったことじゃないから、もうやばい暖かそうですよね。かたくなに喋らんやん。これだってめっちゃ、まあ、触ってみる、めっちゃ高いこれ。あ、本当だ、すごい暖かそうだよこれ。あ、ていうかこれ、これ皆さんね、ワイズのレディースですか。でもメンズも着れるんじゃないかな。ロボドンとか好きな方はね、良さそうですよね。めっちゃ幼児山本って書いてあります。ブリティッシュミリタリーのやつですね。 MK4 って呼ばれてる、まあ、すごいな。そうですね、パンツです。めちゃめちゃでかいですね。あと、そうですね、まあ多分どんな人でも履けるような感じで、下もまあ絞りがあってみたいな。なるほど、感じです。ここでサスペンダー的な感じで。そうですね、サスペンダーで吊るして、サスペンダー吊るしてここでキュッと縛るみたいな。そうですね、絶対被んないですよ、これだと。絶対被んないですよ。被ったら逆にびっくりしますよね。下北から徒歩でも3分ぐらいとか4分とかですね。そうですね、3分ぐらい。一応3分とかなんですよ。でもあのさっき撮ったような感じなんで、すごい閑静な住宅街なんですよ。完全に近所散歩してる方しかいなかったんで、今日僕来た時は。マフシモンズとかありますよね。08SS ですって。ここが記憶じゃないけど、ジップで隠れるようになってる感じですね、スナップボタンが。あ、ここもジップがついたりしてますね。ラングのブルゾンス。40とかだから、レギンスだけど着れるかもしれない。無理かな。めちゃめちゃタイトか。カルバンクライムジーンズ。あ、シモンズ終わっちゃいましたね。僕のロンティーはラストコレクションになりました。あ、ギャルソンとかもありますよ。オンプリス。今2000円くらい。お、安い。ね、お安めの。結構昔じゃないかな、でもすごい。ギャルソンとかってやっぱ昔のものでも高いですからね、基本は。幼児もそうですけど。気になるやつは早速なんですけど、ここは着たいんで、ちょっと気になるやつ着ていこうと思います。着ていくね。たくなにしゃべらない。してきていこうと思います、はい。これジルサンダーですね。アナラックですね、完全に。ここがちっちゃめですね、でもちょっと。なんかそうですね、イメージ的に。デザインが、まあ、本当にデザイナーズブランドって感じなんですね。ここも止められて。ちょっとこの上に来てもいいですか、ジルサンダー。ぜひぜひ。で、これだったら全然あの穴っこくなく、いけるんじゃないか説が。あ、全然いけるな。全然いけますよ。いけますね。全然いけますよ。あ、本当にきつくない?しかも。あ、これマジで、これかもしれん。これ良くないですか?でも結構これいいですよね。かっこいいですよね。こいつにテンションが上がる。いや、本当にかっこいいなと思って。なんか、あんまりこういうベストっぽいノースリーブのコートみたいなのあんま買ったことなくて、ちょっとイメージ的にそこまで似合わないんじゃないかなとか思ったりもしたんですけど、これかっこいいですね。なんか、締めたらこんな感じになっちゃうんですけどね。シルエットはちょっとレディースっぽいんですけど、でも確かにおっしゃる通りダブルジップでここが開けられるんで、ちょっと調整効くんですよね。これめっちゃいいな。なんか欲しいっていう方結構いらっしゃったんですけど、あ、レディースやっぱアームホールがちょっと狭いんで、これだわ、これ多分これだわ。めっちゃいいわ、ありがとうございます。ちょっとボタンの方がレディースから。でも本当おしゃれだなって思いました。なんか確かにシルエットレディースなんで、多分女性が来たらマジ。そうですね。マジおしゃれ落ちる。あ、本当だ。超でかい。超あったかい。これは、これ絶対 T1 でいきますよ、中。めっちゃあったかいわ。すごいですね。でもなんか全然あれですね。あ、ポケットもちょうどいいところに来てる。普通にいい感じですよ。なんかもうベトモンみたいな。そうですね。なんかもうベトモンみたいな。ですよね。あ、後ろもジップここ。そうですね。後ろもここが、まあ、完全意味がないですけど。完全意味がない。閉まるみたいな感じの。完全に意味がないって言っちゃってますけど。完全に意味がない。完全に意味がない。アート寄りですよね。アート寄りですね。完全に。おお。これで、はい、ここを、に通す。なるほど。そして、ここで、こう、ウエストを調節する。はい。なるほど。ここで、あ、そうです。面白い。あ、
これはやばいな。まあ、服的にはその上からちょっと一枚なんか羽織ったりとか羽織った方がいいような絶対におしゃれですよ、そっちの方が。下のベルクロ結構キュッと絞ると確かにいいですね。あ、すごいですね。上がすごくかっこよかった。それね、こんな感じが、うん、かっこいいですね。ちょっと気候っぽいというか、気候っぽい、気候っぽいです、うん、すごい、でもおしゃれだな、ね、面白いな、これおしゃれだな。いや、いいんだけど、ちょっとダメだな、もう完全にこいつが完全にこいつが邪魔してくる。やっぱり、ね、女性が来た方がいいと思うんだよな、すごい。でも女性が絶対来た方がいいと思うんですよね。ちょっといつかそういう企画があったら来てもらいたいですね。これはめっちゃおしゃれなんで。ということで僕はこれ買います。すいません。じゃあ、あの全部着替えて買っていきます。すいません。19,200円というめっちゃお安めな税込みですね。税込みですから、税込みですから、税抜いたらもう1万8000円くらいですから。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。本当に早いからありがとうございます。すいません、ありがとうございます。またお願いします。すいません。あの、良かったよね、ジルサンダーのね、ラフ機能。これはね、女性が来た方がいいんで、そういう企画をやりたいです、僕は。はい。でね、今回お買い物させていただいた下北沢の、フロクシノーシナイヒリピフィケーションさん、はい、関西の住宅街にあるんですけど、めっちゃおしゃれで、はい、店員さんもね、同い年だったんですよ。なんで同い年だったんですよ。なんでね、ぜひ皆さんも来てください。面白いんで、こういうね、ちょっと隠れ家的なお店僕結構好きなんで、また行きたいと思います。ラングとかジルとか求めてね。はい、この動画がいいと思った方は高評価、チャンネル登録、ファッション系の動画上げてますんで、はい、ぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、じゃあね、店にね帰って仕事しようか、終わろうと思います。失礼します。どうも、中村と申します。はい、中村です。はい、今日はですね、また代官山に来ております。はい、代官山に来ておりますって言い過ぎてなんかノイローゼみたいになりそうなんですけど、以前か大代官山さんで2号店の方ですね、の方で買い物させていただいた動画を上げたと思います。はい、あの、見てない方はまだそちらからリンクをね、概要欄と上に貼っとくんで見てみてください。今日はですね、もう1店舗あるんですよ、大代官山さんって。本店っていうのがあるんですよ。まあ、本店なんですけど、そっちが本店なんですけど、王さんはですね、本店と2号店で結構ブランドが違うんですよ。置いてるブランドが、セレクトしてるブランドが、セレクトショップなんですけど、大代官山さんは。今日は本店の方に行って、まあ、いろんなブランド見てね、またお買い物動画撮れればなと思っております。一旦ね、ちょっと今もう目の前にいるんで、またね、開店前にわざわざ開けてくれるとのことなので、ちょっとね、一緒に見ていきたいと思います。じゃあ後でちょっと行ってみましょう。王です。よく見ると王って書いてあります。じゃあですね、ここになります。大代官山さん本店、はい、ちょっとね、来ましたので行ってみましょう。こんな感じです。ちょっと暗いかもしれないですが、後で明るくなるんで。じゃあ、鳥さんです。2号店にも動画この前あげたと思うんですけど、その時にもいらっしゃった方ですね。はい、すいません、お願いします。すいません、よろしくお願いします。すいません、お願いします。河野さんです。あ、すいません、お願いします。じゃあちょっと入り口から見ていこうか。
今日もカメラマン大石くんです。入ってすぐネオンサインが結構ガーンとあるんですよ。ネオンサインって皆さんご存知ですか？多分この視聴者さんめっちゃ好きな人多いと思うんですけど、ネオンサイン重機 SS がね並んでる感じですね。コーチジャケットとか、ここにも飾ってあるんですね。ネオンサインの数が結構すごいあったなっていう僕のイメージなんですけど、これ白もありますね。白もあります。セットアップであるんですね。トラックっぽいやつとかね、黒もありますね。これパンツいいですね。これ多分ワークスラックスなんですけど、普通のそのワークスラックスなんですけど、これ別売りなんですよ。8000円とかかな。これあのなんか中のポケットが出ちゃったみたいなデザインみたいで、ここにね入るようになってるんですよ。フロントのところで、これがチノパンっぽいね、ベージュの色ですね。でこれに例えばそのベルトをここに通して、別でバッグにフラップみたいに、ね、ポケットが出ちゃったよっていうノリでつけてるんですよね。このバッグだけで結構使えるんじゃないかっていう、首とかに下げたりとか、まあでも本来の使い方じゃないんであれなんですけれども、まあ、本来はこういう風にね、この紐を今結んであってそういう風に使えますよって感じにもなってるんですけど、ベルトに通して、まあ、ベルトループに通してパンツに下げるみたいな使い方もできますっていう、ベルトにも使えてこういうのも下げれるっていう、ね、素晴らしい優れものですね。面白いところに振り切りすぎてないけど面白いのがあるのがネオンサインのいいところかなっていう僕は思ってます。一応ここはデニムパンツですね。デニムスラックスか、本当にネオンサインはデニムスラックスとかがめちゃめちゃ有名というか、ワイドデニムパンツとかワイドデニムスラックスがめちゃめちゃ流通していたアイテムだと思うんで、カットソーがレイヤードしてますね。でここに一応胸のところにネオンサインってロゴがちっちゃく入っていて、でここでレイヤードしてるカットソーになりますね。これ着やすそうでいいですね。2枚重なってる感じなんだ。レイヤードしてるけど、この中の白い T シャツとこの外の黒い T シャツがここでこう繋がってるっていう、面白いですね。やっぱりそこら辺がいいですね、発想的に。これいいなってね、普通のこういうシャツもあるんで、ぜひぜひ着てみてください。このカウンターの下にウェンディーズのベルトがあって、ウェンディーズが超懐かしいと思ったんですよね。スタッツが結構有名なというか、まあ、メインで結構言われてるブランドですね。ホットサコーチャーとかやってました。はい、懐かしいなと思って、はい、でここら辺にねアクセサリーがいっぱいある感じになります。 ADSR のメガネがちょっとあるって感じですね。ちょっとダブルってもありますね。カラーシャツです。こちらがカイコーさんですよね。カイコーさんです。プルオーバーのフーディーが並んでいて、ここは文字のやつですね多分。黒とか、あ、デザイン違いですね。 K が入ってます。身幅がトラベスで着丈が短いんで、着やすいシルエットもすごく合わせやすいですし、すごいシンプルなデザインなんで、まあ、着やすいんじゃないかなっていう。しかもめっちゃ安いな、これ。あ、こんな安いんですね。1万800円ですって。1万800円でしょ。違う、1万800円ですって。これが一緒に、で、これもデザインがあります。あ、これ前もありますね。これも色違いがありますね。これがね、シングルトレンチコートとかだった気が。そう、シングルトレンチコート。これ結構覚えてたんですよね。シングルトレンチコートって、これ 19SS からと思うんですけど、これめっちゃ、今マネキンが、さっき見えなかったかもしれないですけど、トルソマネキンが着てるんですけど、すごいいい感じなんですよ。これ着たら絶対サイズがいいんで、絶対後で着るんで、待っててくださいね、これは。これ、ね、黒もあるんですよ。あ、黒もかっこいいよ、普通に。どっちも後で着てみたいです、これは。で、ちょこっとね、オーラリーさんとかもあったりして、デニムパンツですね。これ結構 18AW でもあったハードツイストのデニムパンツですね。サイドの形もありましたね、このオーラリーさん。うわ、これ、これちょっと気になってたんだよな。これはインスタで見て気になったやつですね。これトーガの、トーガビリリースの。僕トーガに関しては、動画上げてるんで、リンク貼っとくんで見てみてください。一応ね、19SS のアイテムです。すごいんですよね、これ結構いいなと思って、この色もいいなと思って。インターシャニットプルオーバーです。緑とかって僕絶対着ないんで、ちょっと今年はね、色を入れていこうというテーマがあるので、中身には、はい、ちょっとね、こういうのも調整していこうと思うんで、できたら後で着てみようかなって感じですね。トーガはですね、まあ、あとこれに他に気になったのが、このラップパンツ、こうくる感じのパンツですね。上から顔かぶせるような2色あるんですよ。2色あるんですよ。ぜひぜひ、ね、あと 19SS なんで、もちろん半袖のシャツもありますね。これは夏になったらいいね、めちゃめちゃ。ナイロン生地なんですよ。でこの裏がほぼ色変わってて切り替えになってて、すごいですね、この層からの。これめっちゃいいね、売れそうだね。こっちも出るんで、はい、半袖シャツね、早めに買った方が絶対になくなるんで、夏はもう最近オープンカラーの半袖シャツは絶対にどこも売り切れてるんで、ぜひぜひって感じですね。
デラダはそのアイテムをなんかガッチャンコするみたいな、ドッキングするみたいなのが結構多くて、これとか分かりやすいです。黒とストライプのシャツだと思うんですけど、まあ、アイテムとアイテムをドッキングするのが結構多いんですよね。ここでそうデラダはね、そういうモスカ出身のあれで結構面白いものが多いんで、僕は結構好きだったんですけど、なかなか着る機会がなくて、このシャツとかすごいいいですよ、ね、こういう風に、これ多分王さんがおしゃれにこういう風に着てもいいよっていう、こっちの袖はこれでもいいしみたいな、もともとこういう感じでやるみたいな、でまあどっちもこういうサイズで着れますし、すごいいいんじゃないでしょうかね。ミッドベストもあるんで、ぜひぜひ。ザンダーもありますね、有名な、今勢いあるブランドじゃないでしょうか、ザンダーとは。シャツとかもね、すごくかっこいい感じになってる。この半袖のやつかっこいいね。サルバムもありますね。結構パンツがね、レイヤードしてたりして、ちょっと写真出してきますけど、そういうのが多くて、パンツの方が確かにイメージはあるし、確かにその中古の相場とか見てもかなり高いイメージがありますね。こういうニットとかも結構毎シーズン出していて、独特なこの感じのね、ゆるいデザインのニットも出していて、今シーズンのね、多分あんまり今までなかったかな。これデザインっていうか、こういうグラフィックみたいなの使ったのあんまなかったと思うんですよね、今まで。気になるものをね、試着していこうと思います。結構、はい、すごくいっぱいいいものがあるんで、何から着ていこうって感じなんですけど、試着していこうと思います。これ、カイコさんの、ロングパーカーっていう商品なんですけど、本当に、身幅は大きめなんですけど、着丈はこんな感じ。ここに僕はバズって書いてあります。独特なサイズ感なんですけど、今合わせやすいっていうのはすごい良くて、これしかもこの上に結構かませやすいと思うんですよね。なんかレイヤードで使いやすいから、めちゃめちゃこういうね、かぶったらこういうバグってみたいな感じでね、 SS1 個持ったら便利だなって僕は思いますよ。ちょっとこの上にこのシングルトレンチコートをちょっと着てみたいと思うので、ちょっと待ってくださいね。シングルトレンチコートの、まあ、ベージュのまた M サイズ相当を着てます。はい、良くないですか。いや、結構良くないですか。このしかもこの規定ちょっとフレアに広がる感じと、あとやっぱどうしてもここのディテールが僕は結構好きで、あと、ね、形もすごいいいんですよね。でやっぱこういうフードの上とかでも着れるんで、春先めっちゃいいと思うな。このしかもベージュの色で、これはおすすめです。おすすめですよ。これは結構かっこいいな。これかっこいいな。これかっこいいですよ、ね、黒も着てみていいですか。すいません。かっこいいな。ポケットとかもちゃんとついてて、黒の方がまあシックになる感じですね。すいません、パーカーが黒になってちょっと分かりにくいかもしれないけど、黒でもベージュでもどちらでも使いやすいと思うんで、もう好みじゃないですかね。ちょっと他のも着ていきたいと思います。ネオンサインです、全部ネオンサインの、レイヤードしてるカットソーですね。これめっちゃ使いやすそうです。ストリートでも使えますし、っていうか春夏1個でポンって出る感じの、これでも44なんですよ。だから S 相当かな、44なんで、でもちょうどいい感じですね、正直。なんか丈は確かに短いんですけど、前が短くて後ろが長いんで。で、これ一応、ベージュのネオンサインのワークスアクスみたいなやつに、さっきのね、インサイドアウトのこれのベルトをつけて、ポケットが出ちゃったよっていう体のやつが出てます。結構これおすすめですよ、このポケット。なんか今期のネオンサインの19節のやつはパンツは全部つけれるみたいなんですけど、多分他のパンツでもつけれると思うんで、ベルトループがあれば。だからだいぶおすすめです、このパンツは。でもなんか普通にこのベージュのワークパンツもかっこいいですね。よくない？でもこのカットソーがいいな。このポケットの感じも可愛いですし、悩みますね、これは。でもなんかちょっとカットソー欲しいなって最近思ってたんで、これいいかもしれないですね、レイヤードしてて。勝手にレイヤードしてくれるんで楽っすよ、これは。マイビューのベストですね。後ろにナップサックついてるんですよ。これ絶対に後ろにナップサックついてるのは絶対にないと思いますね。だからしっかり物も入れれる、まあ、チェストバッグベストみたいな感じになってて、良くないですか。普通に結構ね、生地感がガシガシしてるというよりは普通のコットン、柔らかい感じで使いやすいです。ファッションに馴染みやすいというか、すごいですね。ナップサックがここについてるんで、ここに学生の方だったら、まあ、教科書とか死ぬほど入れて、こっちに、携帯とか、スマホとか財布とかを死ぬほど入れるっていう、はい。じゃあね、最後ちょっと気になるやつ1個だけ、ちょっと着てみたやつあるんで着てみようと思います。はいはい、もうさっきのね、上にトーガビリリスのグローバーニットを着てます。はい、
これ本当普通にここが刺繍がちょっと浮き上がったりしてるんですけど、ちょっとだけ浮き上がってるんですけど、これ普通にいいっすね。で、黄緑ってちょっとやばいんじゃないかと思ったんですけど、意外と全然いけたっていうのが僕の中ではあって、人生で2回目とかで黄緑の服着るのか女性の方でもおすすめかもしれないですね。でも結構悩むな、ちょっと悩んでね、ちょっと1個ぐらい欲しいやつ、1個ぐらいか2個ぐらい欲しいやつとかあったんで、まあ、1個は可愛いやつ決めたんですけど、ちょっともう1個悩んで買おうと思います。はい、ネオサインの、レイヤードの T シャツと、あとカイコーさんのバグって後ろに書いてあるシンプルなねパーカーと、あとインサイドアウトのバッグですね、ベルトとバッグで一緒になったネオサインのバッグ買わせていただきます。フロントの方にしたんだよね。フロントとバッグどっちもあったんですけど、写真出しておきますけど、バッグにつける方じゃなくて、ここに垂らすからフロントにつける方にちょっと買おうと思います。はい、ちょっと買ってきます。ありがとうございます。すいません、買わせていただきました。3つ買わせていただいてもね、すいません、今日早い時間から、すいません、お願いします。また来ます。それではね、王さんで本店の方で買わせていただきました。皆さんも行ってみてください。2号店の方もね、はい、ぜひ行ってみてください。概要欄の方にリンクとか貼っておくんで、ぜひ皆さん見てみてください。はい、それではね、ファッション系の動画を上げていますので、ぜひぜひ気になる方は、ファッション系の動画気になる方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。失礼いたします。どうも中目です。今日はですね、雨がすごい降ってるんですが、中目黒に来ております。ね、動画の中で喋ったことがある、過去動画の中で僕が喋ったことがあるお店に行ってみようと思いますので、早速ね、ちょっと行ってみたいと思います。行ってみましょう。あ、ちょっと待って、ちょっといいこの方面線っていうのがあれなんよ、すごい有名な銭湯なんよ。こっち向いてるじゃん。あんまり洗濯機持ってなかったから見てるんですよ。ずっとあそこ座ってパワープロ君やりながら待ってたんよ。っていうだけだ。下積み時代ですね。今も来たら見たわ。いやでもね、意外と待ってる時間楽しかったよ。うん、ここめっちゃ座ってた、ここ。そこめっちゃ座ってた俺。もうここ尋常じゃないぐらいですよ。深夜2時ぐらいとかに。今から行くところはもうこの道でなんとなく分かったりとか、ここら辺っていうのになんとなく分かったりする方も多いと思うんですけど、まあセレクトショップですね。はい、こちらセレクトショップで、まあそんなに大きなお店ではないんですが、僕はすごくいいお店だと思うところなので、ぜひね、ご紹介できればと思ってご連絡したら、大丈夫だよ、ちょっと断ったんで、はい、今から行ってみようと思います。雨がやばいね、ちょっと。やばいですね。こちらですね、ベースさんです。はい、ギャビーのことでね、一回お話したこともあると思います。まあ、早速ね、ちょっとこのおしゃれな佇まいの一軒家っぽいところなんですが、早速ちょっと行ってみたいと思います。じゃあちょっと入っていきましょう。すいません、大丈夫ですか。じゃあ、ベースの平井さんです。よろしくお願いします。できて何年ぐらい。12年ですね。結構長いなんですね。12年ってすごいですね。だいぶ変わりましたね。めっちゃ変わりましたね。でも場所はすごい、さっきもここまで来たところとかちょっと映してると思うんですけど、なんて言うんでしょう、川沿いのかなり近いところなんで、めちゃめちゃいい立地ですよね。すごく、まあ、今となってそれも12年前はみたいな全然みたいな協力いただけるとのことだったので、ちょっと今回取らせていただく形になったので、すみません、よろしくお願いします。お願いします。で、ちょっと早速見ていきましょう。チラッとかにアクセサリーがある感じですね。確かに違ったけど全然変わってない。前、家がすごい近くて来てたんですよ。なんかさっきも光明線とかの話しましたけど、ちょっともうすごく家が近くて、たまたまなんかギャビーどこに売ってんだろうなと思って探してたどり着いたところがここだったっていう。ちょっと見ていきましょうか。見られなかった。トーガさんとかもある感じですね。皆さん多分お好きなトーガさんですね。去年のものですね。あ、18AW とかのものってたんですね。確かに素材感はこっちは AW のやつですね。ハイユーベストのやつですかね。そうですね。こことかすごくいい感じしますけどね。裾元がすごい切ってなってますね。ブランドが多くあるイメージなんですけど、18年のやつですね。これめちゃめちゃかっこいいですよね。
これすごい悩んだんですよね、買うかどうか。でもこれ15万ぐらいって感じですよね、はい、確かかっこいいんですけどね、ちょっと手に負えるかどうかってところで結構悩んだやつなんですけど、ちょっとこっちの方見てみます。結構ジュエリーがいっぱいあるんですよね。アフリカンですね。アフリカン、トゥアレグ族。砂漠にアフリカの民族で、はいはい、全身青い洋服を着てラクダに乗ってる遊牧民なんですけど、いまだにサハラ砂漠を遊牧してる。すごいですね。遊牧民。これかっこいいねですね。ここら辺とか。全部シルバーじゃなくて木かな。ここウッドですか。黒炭ですね。黒炭。すごいっすね。すごい形してますね。これスモックをメインに作ってるブランドですね、イギリスの。スモックだわ。幼稚園の時とかよく着てたやつ。それがおしゃれになってるって感じです。これ着こなせたらおしゃれですね、これ完全に。一応この2色がある感じですね。ボーダーとブラックというかネイビーというか。パーサックさんですね。代官山に店舗が、ね、ある感じのやつですね。ミリタリーとか古着からインスピレーションを受けるところも多いんですが、結構ねこれを今風に落とし込んでる。これめっちゃかっこいいですね。かっこいいですよね。これかっこいいですね。すごい形がすごい綺麗です。グレーのスラックスパンツが超探してたんですごいかっこいいかもしれないです。これいいな。しかも質感すごい綺麗です。綺麗というか触り心地とかも、まあ、見ていただくと分かるんですけど、かっこよくないですか。惜しくも頷きました今。黒もいいですね。ハバーサッカータイヤっていうハバーサッカーのもう一つのラインなんですけど、かっこいい。これもハバーサッカーさんですね。よく見ると結構変わった感じの、ただのキルティングっぽくない感じですね。これがエドウィナホールさんですね。これユニセックスですかね。そうですね、ユニセックス。これユニセックスでいただけるやつなんで、なんか多分ベースさんはメンズの方もレディースの方もどちらも楽しめるところだと思うんで、ぜひぜひ女性の方もね、中目黒来る方多いと思うんで、駅からもすごい近いんで来てみてください。これ日本人のあれ、ね、そうですシャツの、そうですね、インドの確かピリオードフィーチャーズかな、確かすごいシャツですよこれ。こっちヴィンテージのベッドカバー。あ、ベッドカバーで、ベッドカバーですよ。手縫いですね。ベッドカバーで手縫いでこれってめっちゃえぐいですよ。一着作るのやばいですよこれ。すごいよな。裏返しても可愛いですよ。あ、なるほど。あ、本当だ、裏地がマジだ、マジ手縫いだ。もうこれいいですね。普通に見た感じも可愛いですけどね、これは可愛いなって感じ。こっちも同じくピリオドフィーチャーズさんですね。インドで確か日本人の方が作ってた気がしますね。すごい、やっぱり他にはないような変わった服が多いかなってイメージなんで、すごい面白いですね。プリーツのシャツって感じですかね。このブランドが結構あれなんですね、最近届いたブランドなんです。そうですね、つい最近届いたばっかりです。ホムってブランドみたいなんですけど、ベルリンの、ベルリンの、はい、あ、まだ2、3年のブランド。あ、へえ、そう、ドイツのベルリン。女性のデザイナーが、あ、デザイナー、あ、そう、裏からどれか出てきた。まあ簡単に言っちゃえばフェムとオムをかけているようなブランドなので。ああ、なるほど、はい、男は、まあ、今で言うジェンダーレス。ああ、なるほど。じゃあ女性がねやってるブランドなので独特ですよ。本当だ、だいぶ飛ばしてますよ。うん、いいっすね。でもここら辺の色とか色使いとかも、あ、確かになんか普通じゃないですね全然。そうですね。へえ、2、3年なんですね。まだまだ2、3年ですね。また見ていきます。このシャツいいですね。この色とかもあんま最近着てないし。こっちにコートもあります。あ、あ、あれだ。これがルックにあったやつですね。これは付属なんですか。ベルトですね。あ、ベルトです。ついてくるんですか。はい、あ、ベルトもついてきますよ。しかもなんか思ったより安い。そうなんですよ。安いですよね。5万円ぐらいですね。これでこれめっちゃいいな。さっきのルックミストのめっちゃおしゃれでしたよね。なんかあの黒人の方が着られてたやつですね、多分。これはちょっと後で着てみましょう。シャツもシャツですけどね。なんかこの素材感の、このプリーツ感のそのシャツとコートが結構気になっちゃってますね。ディティールとかがね、一つ一つ。このポケットの付き方とかもだいぶ変わってますね。こんなんですよ。位置も絶妙ですしね。ここのボタンとかも。
全体的にすごくこだわって作られてますね。いい感じです。花がプリントされてるというか、プリントというか刺繍かな、刺繍されていて、まあ、シースルーというかちょっと透けて見える感じになってるはずですね。 T シャツとかも花柄でシャネルっぽいですね。エルメスとか、すごいね。こんな感じです。いや、できてた。そうっすね。肌触りがすごいいい感じのやつですよ。多分ここまで近寄ったら伝わると思うんですけど、触ってみたらすごい気持ちがいい感じのシャツとパンツですね。そっか、半数のダブルのジャケットです。あ半数のダブルのジャケットですね。なかなかないですよ。でもこれおしゃれ、そのセットアップできたらめっちゃおしゃれですね。これは、あ、これもパターン一緒でって感じですかね。でも素材感とか全然違うんですよ。サテンっぽくなってて、でなんかシャドウストライプかな、なんか ストライプがよく見ないと出てこないんですよ。ストライプですよ、これ。これもセットアップだったわショーツですね。プラスとかもございますね。これプラスっぽいニットですね。これも革で、ウルトラスエード。あ、スエードなんだ。なんか違うなと思ったら触った感じが変わってるんですよね。なんて言うんだろう、簡単に言ったら人工のスエードですね。人工のスエードでニットが余られてるって思ってください。これ実際触ってほしいですね。ヘニックビブストですね。まあレディースのイメージも強いかと思うんですけど、だいぶね、いろんな部門でいろんな場面で活躍されてるデザイナーさんの方だと思うんで、まあ音楽とかもそうですけど、おしゃれですよね。いや、いいっすよね。O っていうバックブランドですね。結構がっしりしてるんですよね。サッカーボールのやつなんですけど、まあ見てのとおりサッカーボールですよ。サッカーボールじゃないけど1万5000円ぐらいとかなんですけど、可愛くないですかこれ。もさ、これにね、お弁当とかやるとピクニックとか行きたいですね。よいしょ。こんな感じでね、レディースもすごくいっぱいありますので、ぜひぜひ皆さん来てみてください。ちょっと僕ね、もうあのさっきのコート着たくてしょうがないんですよ。だからちょっと着てみていいですか。ちょっと着てみましょうか。確かなんかどっちも捨てがたいですね、これは。そうですね。こんな感じですね、シャツが。すごく手が込んでるというか、まあ、色味がなんか意外と違和感ないなって感じなんですけどね。シャツの方が着やすいのかな。こんな感じです。でもコートもすごいいいと思うんだけど、サイズとかってあるんですか。はい、ワンサイズです。あ、はい。これでワンサイズらしいんで、でもまあ多分みんな着れるんじゃないかな。シャツの方が着やすい気がするな。どっちか着たいですね。これは結構いいと思います。すごく。次ちょっとコートを着てみたいと思います。ベルトもついてくるんですよ、このコートに関しては。プリーツのコートに関しては、これもワンサイズって感じですよ、ね、ワンサイズです、はい、ワンサイズなんで、まあ、袖とかもしあれだったらまくっていただいてって感じで。コートも良くないですか。多分さっきのルックでは全身着てたみたいなんで、あのシャツも着てパンツも着て、ね、違和感ないしすごいいいと思います。このベルトがついてくるっていうのもいいですね。単純にこれはもうナチュラルにどう考えてもかっこいいですね。でも軽いっす、めちゃめちゃ、うん、さっきも来た時言っちゃったんですけど、軽いと思って、すごいいいですね。いいっすね、これ。これやっぱいいっすわ。これめっちゃかっこいいっすわ。このベルトもね、変わってますね、これ。来た方は、着てみてください。かっこいいな、やっぱり。この組み合わせってなかなかしようと思っても、なんか、この感じにならないですよね。かっこよくならないですよね。多分この組み合わせ見たりしてからやろうとしてる方もなんかうまくいかないなと思ってる方多いと思うんですけど、これ中ライって呼んでたんですけど、中ライダース略して勝手に、はい。まあ、でもコートの中にライダースがかっこいいですよね。それが一つでできるって感じなんで、ぜひおすすめです。じゃあね、あの商品の方はもう、はい、まあ、何かを買わせていただいたんですけれども、あの福岡でもなんかやられるんですよね、今月13、14で。あ、福岡でもうすぐ、はい、それこそ本当にすぐですね。3月13、14に福岡のどこでやられるんですか。焼き鳥屋です。焼き鳥屋さんでアクセサリーを売ってくださるみたいなんで、あの福岡なんで、ちょっとまあいつもなんで東京の店ばっかり僕紹介するんで行けないって方とかも、九州の方はぜひ行ってみると面白いかも。まあ、住所載しとくんで、概要欄になんかその住所とか、やこでギャビーとかも売る。そうですね、ギャビーが入荷するので。そう、ギャビーが売られるってなかなかないですよ。多分福岡で買えるってチャンスですよ、これは完全に。なんか僕本当にギャビーご紹介した時にギャビー買えなかったって方めっちゃ多かったんで、そういう方もぜひ、福岡の方はぜひ2時から6時まで、ね、あ、2時から6時まで、はい、13日と14日。そうですね、オープン前の時間です。あ、
なるほど。ご飯食べながらってわけじゃないんで、はい、その後でぜひ行ってみてください。焼き鳥屋さんもね、今日はちょっと帰ろうと思います。すいません、ありがとうございました。すいません、またぜひ遊びに行きます。すいません、ありがとうございます。行きましょう。はい、じゃあね、買わせていただきました。はい、ありがとうございます。まあ、何買ったかっていうのはね、また次の動画で、はい、お話しいたしますので、全部いろいろ紹介も兼ねてちょっとご紹介できればと思いますので、ぜひぜひ楽しみにしてください。それはね、いつもご視聴ありがとうございます。いつもファッション系の動画上げておりますので、ぜひぜひチャンネル登録の方して、次の動画お待ちいただければと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。じゃあ行きます。どうも、中村と申します。はい、今日はですね、原宿に来ております。原宿来んの初めてだよね、多分。そうですね、原宿来んの初めてなんですよ。あれですね、看板的にはXジャパンじゃないですよ。 X って書いてあるでしょ。下にゴッファって書いてあるんですけど、あのご存知の方も多いと思うんですけど、ゴッファ X ってお店に今から行ってきます。はい、ゴッファ X さんなんですけど、僕一回大阪で1174ってあったじゃないですか、古着屋さん。あそこの系列ですね、ちょっと見ていこうと思うので、今回そこの、原宿にあるゴッファさんにあのお邪魔しようと思ってます。ここがちなみに立てたつもですね、皆さんご存知の方も。ちょっとね、それではあの朝早い時間ではあるんですが、早速行っていきたいと思います。行きましょう。雰囲気がやばいね、あれ。やばくない、あれ。朝9時半とかなんでね、ちょっと早い時間大変なんですけど。こちらがゴッファ X さんですね。雰囲気が尋常じゃないですね。この一軒家を改装した感じなのが雰囲気があるというかね。それではちょっと早速入ってみようと思います。じゃあ、おはようございます。自己紹介だけよろしいですか。ゴッファ X の店長の押田と言います。よろしくお願いします。押田さんですね。小林と申します。小林さんですね。お願いします。田村と申します。よろしくお願いします。お願いします。そいつも背が高いですね。いくつなんですか。僕が26で、今年7の年です。あ、同じでした。92年生まれです。あ、そうです、92年早生まれでさんって感じの人間です。あ、そうです。すいません、よろしくお願いします。後悔じゃない。いや、僕28なんですよ。27だぞ俺。すいません、すいません。全然全然。やっぱアパレルの人って年齢わかんないですからね。僕30です。あ、そうなんですか。ちょっと服店内見させていただきますね、今日。すいません、お願いします。ありがとうございます。基本的には古着とセレクトが入り混ざってる感じだと思うんですけど、1階が古着って感じなんですね。そうですね、はい、1階が古着で2階がセレクトって感じですね、はいはい、1階からじゃあ見ていきましょう。これも普通の古着とかね。古着ですね。これかわいいですね、柄が。大変ですよ、多分これ作るの。刺繍が良くないですか。ドリスですね。見たことないので、これドリスでも結構前のとかですか。これもドリスとかちょっと古そうですね。古そうですよね、はい。半袖でなんかレイヤードしたりして着れるんで、今はすごいいいかもしれないですね。ちょっと変わってますよ。そうですね、ちょっとこうラメが入った。ラメが入ってニット素材で、ラメが入ってわかります。なんかちょっとキラキラしてるのわかります。光沢があって、多分これ光のところで見たらすごいですよね。そうですね、こんな感じ。ロンティとかレイヤードシャツとかレイヤードしたらかっこいいんじゃないですか。すごいいいと思います。これはこれいいな。ドリスってすごいね、やっぱ柄物のイメージする、ね、これすごいな。これ古着ならではって感じですね。そうですね、ブランドのタグとかついたら死ぬほど高くなるやつですよ、これ。形がでも今っぽくていいですね。あのブルゾンっぽくなって、ジップアップブルゾンなんで、やっぱ着たくなるな。柄物最近やっぱ着たくなっちゃうんですよね。これとか、ナナキャランとか、今着やすいナナキャランの形ですよね。これも90年代の、あ、結構前のゴックシャツを製造して、はい、作られてます。確かに。でも、まあね、このカラーとかが着やすいですよね。カラーで襟とかがね、やっぱり今結構着やすい感じになってるんで、なんかチャイナシャツとかクラスとか着やすそうですよね。そうですね、なんか今すごい気分がありますよね。そうですね、はい、ちょっと幅も大きかったりすると着やすいと思うんで、ぜひぜひ着てみてください。ミリタリーの、あ、はい、スコートですね。US ミリタリーってやつですね。黒色グレーって感じですか、ね、ちょっとこう染められてるタイプのやつです。あ、なるほど、はい、染められてるグレーって感じです。これ
これは普通にかっこいいやつですね。そうですね、もうオーバーサイズで、はい、これもうナチュラルにかっこいいやつですね、これは。これいいなぁ。モッツコードってやっぱりいいですよね。冬欲しかったんだけどな、一着って感じだったんですけどね。こちらはコートがかかってますね、結構裏地がチェックになってる感じですね。ステンカラーのコートですね。でも着やすそうですね、普通に。バーバリーのポーズとかまた違う感じの、もうちょっと柔らかい生地感で、さらっと着ていただける。確かに着やすそうな、しかもオーバーサイズなんで、ね、サクッて羽織れるやつですよね、これは。こっちも素材感もすごい面白いです、ね、素材感が変わってるトレンチですかね。なんかシワ加工的になってますね。ちょっと一世みたいな感じのニュアンスもあります。経年でとかじゃないですもんね、多分、はい。なんかちょっと、柔らかいというかパリッてしますよね、素材感もちょっとしてるんで、ぜひこれはね、店頭に来てみて、見てみてください。全部これも仕入れでやられてるんですか？そうですね、全部アメリカとヨーロッパの方で買い付けてきてます。また大変なやつですね。これめっちゃいいですね、レザーで変わってますね。はい、ちょっとこうハイウエストっぽいレザーのパンツ。そうですね、これめっちゃいいですね。これちょっと細そうだけど、すごい、すごい、ね、ティンバーランドって書いてますよ。結構靴のイメージしかない方も多いと思うんで、ナイロンのプローバーみたいな感じですね。ブランドフルで振り回ってると面白いですね、やっぱり。それもヨーロッパのヴィンテージのプローバーのチェックしたやつです。これいいな。これ春先1枚とか良さそうですけどね。すっごい丈長いですね。そうですね、レイヤードにも着ていただけます。確かに、レイヤードしてね、なんか着てもいいですね。確かに染められてますね。染められてます。何かがあった、あ、こっちにも。しかもこれリーバイスなんで、はい、517っていうタイプで、ちょっとこうフレアに、あ、はい、なってます。あ、じゃあそれに何かが染められたっていう感じの、面白いな。ヴィンテージの、はい、ショルダーのニットバッグです。これはすごいですね。可愛いですね。これはめちゃめちゃ可愛いと思いますけどね。なんかノルディック柄っぽいですね。そうですね、逆に春とか夏、そういう素材でも確かに面白いかなと。ビアンカシャンガーがずっと見えてたんですよね。ビアンカですね、うん、ご存知の方も多いと思いますが、モンティですね。ギャルソンとかもありますね。ジップアップのブルゾン、シャツブルゾンみたいな感じですかね。ギャルソンね、こういうジップアップのブルゾン多いですよね。ジャケットとかも結構ここのテーラードでいっぱいあるんで、そのちょうどギャルソンテーラード買っちゃったんですよね。これがもうさっきからちょっとチラチラ見えて気になってしょうがなかったんですよね。これすごくないですか、ヘビ柄すごいですよこれ、まあ、プリントではあるんですがすごいですよ。これはこれも古着ってことですもんね。古着です。これすごいな、これ絶対かぶんないですよ。ここにシャツもいっぱいあるんで、ぜひよかったら。状態がいいですね。そうですね、ちょっとこうパリッと着ていただけるように、うん、なんかあんまり着られてる感がないというか、古着っぽくない、いい意味でって感じのシャツが多いですね。本当にそう、おっしゃる通りパリッとしてる感じの。さっきアイロンかけたよみたいな感じの着やすそうなシャツが多いです。ポールスミスっぽいですね。ポールスミス柄物おしゃれですよね。履きやすいのスラックスですね。太めのスラックスを探してる方結構多いと思うんで、ぜひ着てみてください。本当に多いんで、民族っぽいような、うん、はい、ブルゾンですね。おしゃれだなこれ、すごいですよこれ。羽織って感じですかね。リネンかな。そうですね、ちょっとリネンっぽいですね。っぽいですよね、なんかリネンっぽい感じの、なんか春とかちょうどいい感じの素材感ですね。ここね、上もさっき言った通り上もあるんですよ。それが、セレクトとかもあるんで、ぜひ上もちょっと見てみましょう。すごいな、でも一軒家ってすごいですよね。いいっすね、一軒家って。すごいいいな、これもめっちゃいいですね。なんか雰囲気がすごいですね、店ちょっとまた、はい、こじんまりとした感じになります。すごいな、めっちゃいいな。ハンガーがすごい上にある。そうですね、ここからこれ取った分かけてるんですかね、はい、あ、なるほど。一軒家とかっていいっすね。あ、下見えますよ、ここからすごい。でちょっとあ、ハイテクがありますね。この HTS74 ってやつは1色持ってて、あ、
そうなんですよ。エリミネーターさんで別注されてて。さすがですね。うちも3シーズン前ぐらいからは、はい、同じぐらいかもしれないですね、はい、すごい。ハイテク動画1回出してるんで、ぜひリンクあったので見てみてください。白色のカラーとこのグレーと白ブルーって感じですかね。これ黒もありましたよね。そうですね、ファイナーアーティクルスの人です、はい。MM のデザイナーがやってる。そうですね、デザイナーさんがプライベートでやってるブランドです。すごいですよね、はい、それ僕何がすごいかっていうのは、なんかプライベートでもう一個ブランドやっていいんだっていうのが僕は一番すごいなと思ったんですけど。そうですね、これいいけどな、すごく。こちらナパとかがありますね。あ、でもナパとか17さんないですよね。そうですね、なかったですね、はい、最近のコレクションですね。 T シャツとか、なんかナパとかって人気ありますよね、きっと。そうですね、やっぱストリートっぽくも着れるんで。あ、なるほど、はい、なんか原宿イメージありますよね、多分。確かにフードが、なんていうんだろう、防災頭巾の、はい、防災頭巾の中のやつみたいな感じになって、しかもちょっとツバがついてる。これいい、これいいな。一応これも取れるようになってるんで。あ、なるほど、はい、春先でも全然着ていただけますね。あ、しかも普通のフーディーも。あ、そうです、全然ついてましたね。あ、じゃあこれもついてくるって感じのイメージなんですね。はい、へえ、すごい。真ん中にナパって刺繍が入ってる。まあ、赤とグレーですかね。はい。色があるんで。まあ、赤も春っぽいんで、グレーは年中着れるかもしれないですよね。まあ、どっちも年中着れると思うんですけど、ここら辺が欲しい方は多いんじゃないですかね。やっぱりナパって言ったらブルゾンとかすごい人気でしたよね。そうですね。やっぱ去年もフリースタイプのやつとか。かなり人気でしたね。フリースとかは特に、ね、そうっすよね、人気出そうですもんね。ベージュブルー、ベージュネイビーかなみたいな感じであるんで、これいいな、着やすそうですね、すごく。いいな、アフターホームワークですね。僕結構このブランドテイストが毎回違う感じの印象を受けるんですけど、デザイナーさんもまだ若くて、結構振り幅も広めで、なるほど、いろんなデザインが多いと思います。そうですよね、はい。宿題の後、まあこれ17さんにもあったのでちょっと説明してると思うんですけどね、ブランドの由来が僕は面白いなと思ったんですけどね、名前の宿題の後にありますみたいな的にこのロンティーとかロゴティーとかいいですね。いい感じ、いい感じの、そうそう、ね、これこのロゴの感じいいですけどね、僕好きですけどね。裏はこんな感じなんですけど、バックはこんな感じなんですけど、これいいけどなこれ好きだな、結構ますよ、ね、マイクロソフト感というかなんかそういうパソコンとか売ってる会社の、そう、企業感が。これいいな。あ、出た、これはやばいなこれはもう言わないけど別に、うん、みんなわかるやつですね絶対見たことありますもんね、似たようなやつ、はいはい、もしかしたら下に あるかもしれないみたいな感じのやつですね。チャールズ・ジェフェリーですね。これも 19SS って感じですね。はい、そうです。あ、そうです。これも大きそうですね、逆に。そうですね、逆に大きいです。すごいボタンついてるデザイン。そうですねネイビーもあります。え、待ってカバン、貫通に見えて、ここ貫通してないんで、ここに物を入れれるんですよ。ここに一応物を入れれるんですけど、中が貫通してないんで、ここはもう全然飾りとこですもんね。はい、これはやばいですね。これ絶対突っ込まれますよ普通にこれ下げてたら絶対突っ込まれますもんね。そうですね、これ下げて突っ込まなかったらもうそれ仲良くないだけですよ、完全に絶対これ絶対面白いアイテムですよ。夫婦って、これはドメスのブランドです。あ、こんなブランドもあるんですね。そうですね、売れちゃってるんですけど、クードフさんとかも。あ、そうなんですね、はい、これも夫婦ですかね。これは面白いですね、可愛らしい。ペットボトルとか入れれそうですね可愛いですよ。アクセサリー的な感じですね。そうですね、ネックレス的なノリで、うん、どちらかというとこうですよね、これはね。こんな感じです。スウェードの感じがいいな。サンダーゾーさんですね。重慶セス初めて見るかもしれない。サンダーゾーラガーシャツっぽいですね。はい、でも全然素材感がラガーっぽくないですピカピカのピカピカのナイロンのラガーシャツっぽい素材感のやつですね。サンダーも人気なイメージですね、僕は。こっちもザンダーですね。そうです、はい、すごい、結構型数が多く展開されてるですね。そうですね、なんか最近は特に型数も増えてきて、バリエーションも多くなってます。なるほど、すごい、いっぱいあるんで、ザンダーそう東京で一番見れるとこかもしれないです、ね、そうですね、そうですね。じゃあちょっと気になるものを試着していきたいと思うので、ちょっと選んできます。すいません、これザンダーゾーンのブルゾンですね。これ多分普通に見えると思うんですけど、あれなんですよ、ここが
近寄るとあれなんですけど、モコってしてるんですよ。わかります？ちょっと違う感じなんですよ。結構リブがキュッてしてるんで着やすいかもしれないですね。めっちゃオーバーサイズってわけでもないですけどね。そうですね、ボックスっぽいようなシルエットです。ボックスっぽくて、でここキュッてなってるんで着やすいですよね。これもちょっとコットンツイルっぽい、ちょっとツルッとした、なんか撥水しそうですよね、ちょっと。ちょっと撥水しそうな感じの質感で結構いいんで、ぜひぜひ着てみてください。でこれ今もう一つ気になるのあれで着てみます。ナパのプルオーバーですかね。これは結構サイズはゆとりがあるんですけど、またこれもね、裾がキュッてなってるんで、結構こうなってると着やすいですよね、リブが。そうですね、着て気づいたんですけど、ここに刺繍入ってるんですよね。こうしてポケットもついてるんで、ドラえもんポケットもあるんで、ここに入れられるやつですね。気になるのもめっちゃ下にあるんで、ちょっと気になる、めっちゃ気になる下のやつちょっと着てきますね。すいません、ちょっと歩いてきます。すいません、さっきから何回もしつこく言ってる、あのドリスのなんていうの、ラメっぽい糸使ってるやつですね。ショート丈のなんでブルゾンですか、ね、半袖の。そうですね、素材もサマーニットなんで。あ、なるほど、はい、夏でも着ていただけるような。確かに半袖の T シャツの上でもいいですもんね。そうですね、すごいレイヤードも入ると思います、うん、確かに。これは僕は絶対に持ってない色っていうか柄のアイテムなんで結構好きですけど、あ、でもいいですね、普通にいいですね。 M なんですけどちょうどいいかもしれない。これいいな、これだろうな、ドリスらしい。そうですね、ドリスっぽいですね、すごく。ちょっとね、これいきそうだな。半袖の上でもいい感じですね。あの本当に長いからいい感じなんでしょうね、多分ここが。半袖でもいける感じです。なんかレイヤードした方が面白い感じもするんですけど、こう涼しいんですね。そうですね、こうベタっとしないんで、夏でもさらっと涼しく着ていただけますね。いや本当にその通りなんですよ、ベタッとしないですよ。なんかさらってしてるっていうか、風が通るっていうか、涼しいんですよ。これ半袖シャツみたいに着れますね。そしたらもうこれですね。これをちょっと僕は買わせていただきます。すいません。はい、じゃあ今もう着てるんで買わせていただきました。ドリスの、サマーニットブルゾン的なやつを買わせていただきました。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。いやもう本当にすごいあの面白いテイストで、雰囲気が好きって方も絶対いると思うんで、原宿駅から10分ちょっとと明治神宮から10分ぐらいですよね。そうです、明治神宮前駅から10分ぐらいなんで、ぜひ遊びに来てみてください。すごく原宿ってファッションエリアなんで来てみてください。じゃあすいません、今日は最後から本当にありがとうございました。はい、ということでね、ゴッファー X さん来らせていただきました。すごく雰囲気のある一軒家を改装されたお店なので、ぜひぜひ来てみてください。僕はねこれ買ったんで。やっぱ古着っていいですよね、一周回って今風って面白いですよね。なんかまあファッションって回るって言われてるんで。それではいつもご視聴ありがとうございます。ファッション系の動画いつも上げておりますので、ぜひ気になる方はチャンネル登録と高評価していただいて、チャンネル登録していただいて、動画上がって見逃さないようにしていただけると幸いです。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。失礼いたします。